マグドのサイキック青年団。この番組はテリとアウトドアのオンラインショップナチュラムがお送りします。皆さんこんばんは、北野誠です。こんばんは、竹内義和です。明日はもうチケットお取りの方はバナナホール、はい、はい、結構急急だと思いますので、もう本当にね、ご迷惑をおかけするかもしれませんが、はい、まあね、はい、明日までにかけてですね、僕と竹内さんは本当に並々ならぬ努力を繰り広げておりまして、指もね、豆がね、できます、はい、カチカチの豆ができて顔も何回も向けまして、はい、はい、頑張っておりますので、ますよ、本当に来られることは楽しみにしてください、はい、よろしくお願いいたしたいと思います。しかしそれにも増して、うん、武藤がやってるレッスルワンですか、はあはあはあ、あれは一体何なんでしょうか、竹内さん。まあ、フジテレビがやってるんですけどもね、はい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 、結局はね、あれは一体何したいんですか ね、 ね、まあ、結局、まあ、サップがメインですよね。ボブサップのファンタジーなんとかみたいな感じの、はい、ファンタジーファイトですね、うん、そういう名目がついてやってるということで、まあ、サップがまあエースなんですけども、はいはいはい、うん、サップとこの前ホーストでしたかね、はいはい、やりましたよね、アントホーストね、しかもあのリングサイドのホーストがおって、はい、サップが挑発するという、してで新聞もね、はい、本当にどうなるかわからない、戦うのかどうかわからんってギリギリまで書いてたでしょ、はいはいはい、もうみんななんでそこまで ね示し合わせて、ね、あれはもうだから大スポとオスポもね、はい、あのだったらまだしも、はい、他の新聞もそうなんですよ。そうなんですよね、うん、まあ、戦うに決まってますからね。そうでなかったら来ないでしょ。しかも、うん、あのホーストもフジテレビのそのビデオでね、はい、戦うときこんな戦い方するということも何日も前に録画してるじゃないですか。そうやね。しかもそれも流してるじゃないですか。はい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 、はい、どういうことなんですかあれは。あれはね、しかもさ、はい、その試合自体がね、俺言いたくないけどね、サップに言いたいわ、はい、高山がね、猪木祭りでね、はい、せっかくちゃんとしたプロレスしようと思ったのに、サップはいきなり頭がどついたりとか、はい、ね、なおかつ顔面、あの親指、指、顔に入りましたから、目に入りましたからね。で、顔面をさ、潰すようなパンチ入れてね、はいはい、でも潰しいじゃないですか、はいはいはい、正直言うて。正直言うとね。まあ、サップ強いのは分かりましたけど、はい、だそれだけのね、高山ちゃんとプロレスやろうと思ってるのに、はいはい、ああいうファイトするわけでしょ、はい、ホーストに対してもせえよと、うん、そうですよね。なんなのあれは。あれって何したいんですかね。ホーストのなんかまんじ固めみたいなものにかかってみたりとか、中途半端な、中途半端な、それもそうでしょ。であれ、あんのまんじ固めにかかるやったらノゲイラに悪いと思わんかという、いう世界でしょ。そうやねんね。プライドでノゲイラだった時ね、言うてもあのノゲイラの腕ひしきとか全部返していきの、はい、何回もしたじゃないですか、僕の武さんのダイナマイトビーズの時に。そうなんですよ。だからもう質が違うということなんでしょ。質が違うのはそれは分かるんですよ。分かるけどね。でも高山のそうなんですよ、いろんな時に顔面にあんな容赦ないパンチ入れてプロレスじゃなかったでしょ、あれプライドですからね、やってることは。でしょ、はいはいはい、高山もプロレスするつもりじゃないですか、はいはい、サップとの肉弾戦で。そうそう、自分は負けてもいいからね、超度級のファイトを見せましょうってのことをやってんのに、うん、いきなりな形で終わらしてんのに、しょっぱい試合しましたよね。もうなんかホーストとのさ、はい、もうでその椅子でどつかれて、はいはい、なんか記憶が飛びましたと、はいはい、もうなんか3日後でもまだあの時の記憶が戻ってこないんだとか言ってるけども、はい、あれぐらいであのそうなってたらね、はい、大日本のデスマッチなんかできまへんで。そりゃそうやんな、あの椅子でどつかれただけじゃないですか。そうや、あんなもんね、なんぼこんな伝統、はい、やってんねやと。そう、画鋲とかね、画鋲とかね、ガラスとかやってるわけだから、はいはいはい、そういう試合になったらね、はいはいはい、ということでしょ。だから誰に対してもこう、はい、なんかさ、すごくこう舐めてるとしか言えないような、はい、試合でしょ、ね、あれはなあ、一体な、何考えて、だから誰に見せたいんですか、あれ。あれ分かるよな、ドームなんかだからもう入ってへんでしょ。僕もさ、はい、あのペイパービューというかペイテレビで見たんですよ、はい、まあ、有料でね、はいはいはい、もう情けなくなってきましたね。ああね、もう橋本がかわいそうで。橋本だ、何でした、ジョーさん、ジョーさんっていう、あのティーバックの、ティーバック男、ティーバック男、ヒョウ柄の、ヒョウ柄の、何したいのあれ。あれはね、はい、でもね、あれはあのまあ言うたら悪いけどね、はい、ちょっとガチンコでしたよ。あ、いやいや、それ、うん、なぜかというとね、はいはい、橋本ものすごいガードしてたもん。あ、こいつにパンチ当てられて、はいはい、ひょっとしたらという恐怖心が橋本にあったもん、はい、だから橋本はだから謎かけがあったんかなと思って、ひょっとしたらこいつちょっとシュートかなっていけるのかなっていうようなとこが、逆にあんな相手やから逆にシュートかなって思ったでしょ、
もうだから向かっていかなかったもん、ガードし、はいはい、顔面ガードし入っていって、はいはい、ちょっとキックも小出しで踏み込みがないんですよ、はいはいはい、だからかなり警戒してました。あれはだからそれはひょっとしたらシュートやろなっていう、うん、思ってちょっと謎かけがあったんじゃないですか。あったでしょ、はいはい、でも途中からさ、だからまあ途中からまあ分かっていて、なんかこいつってなってさ、分かってもう大丈夫と思って、ノーガードで蹴って打って勝ちましたけど、はい、あの後、まあ、あんな相手連れていけたらどういうつもりだっていうコメントした後、うん、あれは武藤の謎かけかなっていうことは多分橋本は城さん相手にシュートかなっていうのはちょっと若干あったんでしょうね。若干なんかちょっとね、なんかそういう匂いが、きな臭い匂いがあったんでしょうね。ちょっとこだわるもんがあったんでしょうな。うん、だと思いますよ。じゃないとあのコメントもおかしいもん。おかしいし、普通プロレスみたいな、なんでジョーさんとこれ橋本なんていう、うん、ほんでね、はい、まあジョーさんやったらね、はい、まあいいとこ引き出して、はいはい、勝つよって橋本言ってたじゃないですか。そうやんな、ね、でもそれしなかったじゃないですか、はいはい、ええー、とこ全く引き出さなかったし、はいはい、5分なんぼで終わりましたよ。かといってね、はい、かといってそのブレインバスターとか、はい、あの垂直落下式の DDT とか、はい、全く行かなかったでしょ。行かなかったですね。自分の持ち技を持ち技行かなかったですね。最後ももう蹴る、蹴って逆エビでしょ。逆エビでしょ。ということは逆エビってことはシュートですからね。ね、はいはい、プロレス技は出してないんだもん。出してないですね。だから、まあ、例えばあの DDT とかグッといった時に下からパンチ当てられたら、どうしようとか、まともなパンチ青に来たらどうしようとかって思いますからね。そういう警戒心がずっとあったわけでしょ。ありましたね。そら信じてないわけです、相手のこと。いや、信じてないでしょうね。だから何にもなって、ファンタジーという割には、ええ、ああいうわけのわからん、わけのわからんなんかね、マッチメイクと嫌な緊迫感があるわけでしょ、ええ、出てる本人が。本人がね。はいはい。かといえば、あの、サップと放送みたいに、もうね、何日もにわたっての出来レースみたいなね。そうそう、ね、ヨハンボスみたいなね、はい、ジムのオーナーが出てきてね。出てきてね。ジムのオーナーが出てきて、あれってもう、もうね。ね、どういう茶番みたいな。うん。あれこそ本当に茶番じゃないですか。茶番やなぁ。だから全く客も湧かないのよ。湧かさ、湧くわけないやんか。だから、かえって得したのがさ、あの、登竜門の。はい。いや、ね、もうそれの、彼ら。はいはい。ウルティマドラゴンとかの ドラゴン一派ですよ。あそこ一番もうすごい真剣なね、はいはい、真剣というか真剣なプロレスですよ。ねえ、一生懸命ね、はい、やってましたやんか。やってましたよ。あそこは一番やったウルティマドラゴンの登竜門が、一番面白かったんじゃないですか、見てて。面白かったし、はい、ようやりましたよ。あれだけ動いてね、うん、ヘトヘトやん。そらすやんな。もうリンゴ降りるときはさ、もう歩けないぐらいヘトヘトになってるわけだから、はい、あれぐらいやっぱ一生懸命やってもらわないと。どう面白ないわな。うん、だからサップもホーストもさ、はいはい、プロレスでいいからね、うん、もっと本気でというかもっと真剣に一生懸命やってくれよと。なんかだからあの K-1 でやってあんだけ感動的やったあの2人がね、うん、あのレッスン前で味噌つけてなんか自分のやっても、うん、なんかちょっとそういうのあるんちゃうかと思ってしまうやん。そうやんな。レッスン1自体が、ええ、では結局だからね、あのハルク・ホーガンが来るって言ってたけど、はい、あの週刊プロレス読んでたらね、斎、うん、藤さんのほら外人プロレスラーの斎藤さん、詳しい斎藤さんが、結局ものすごいギャラで呼ばれて日本に来て、子供は日本来たいから一緒に来て、やってんけど、結局俺にはレッスルワンは分からないって言ったまま帰ってね、結局でんと、はいはいはい、契約せんとしなかったですね、うん、恐ろしい高額のギャラを提示したらしいですよね。だから恐るべきような注文つけられたんじゃないですか。ああ、はいはいはい、なんかでも最後にポロッと歌わせたんですよ、ホーガンが、うん、あの猪木祭りでボブサップに肩車されて、あのダーやってる猪木さんがよく分からないって言って、うん、それが多分日本のプロレスとちょっと決別宣言なんでしょうね、もうね。はいはいはい。あ、まあ、だから、サップに負けてくれとか言われたんじゃないですか。ああ、はい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 。寝てくれと。多分でもそうでしょうね。うん、サップ相手寝てくれ。だから、ホーガンはそんなサップってまだ言うてみたら、レスラーで、プロレスラーで言えば、はいはい、もう隠したもんええとこじゃない。ひよこでしょ。ね、うん。そんなん絶対負けれないですよ、ホーガン。うん、そうでしょうね。うん。はいはい、僕ね、だから中西とかね、はいはい、ムトとかムタとか偉いと思うんですよ。はい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 。いや、もうサップにね、一応プロレスさせてますからね。あの、いや、格下に相手に出てるわけですから、はいはい。ということでしょ。そりゃそうですよ、プロレスの話でいくとね。普通プロレスでやったら絶対そんなことないじゃないですか。だからサップとホーガンやったんでしょ、メインは。うん。多分レッスルワンに関して憶測すると、はい。斎藤さんが、ミスター斎藤さんが、あの、週刊プロレスのコラム書いてるとこ見たら、うん、来てますからね、ホーガンは。はい。秘密裏に、富士の関係者と会って、レッスルワンの関係者に会って、うん、ちゃんと契約書まで持っていて、ものすごいなんかギャラ提示されたけど、何遍もあの富士の関係者が、レッスルワンの関係者が、うん、ファンタジーだ、これはファンタジーなんですよ、ロマンなんですよ、ファンタジーなんですよ、言ってけど、多分誰とやんねんだったらサップなんでしょ、あれ。でしょうね。サップ対方がやった人入ると思いますからね、そら、うんうん、見てみたいですからね。見たいからね。でも、そら、ハルク・ホーガンが言われたら、今もの実績が言ったら、うん、誰やねん、こいつと。うん、
で、なんでやねんと。はいはいはい。俺、ホーガンやで、みたいな、ね。そう、それは。相手、サップやで、みたいな。WWE で、あれやけど、もうあかん、うん、もうやめてまうかもしれんけど、俺は、ハルクホーガンやでと。そうそう。金困ってへんでと。そうなのよ。んでね、要はまた WWE でも復活ですよ。はい。彼。そうやんな。ホーガン。はいはいはい。もうまた電撃復活で、はい、またそれだけでもう人がわー盛り上がってるわけ、向こうは。そうやな。それぐらいまた実績も。いや、ね、言うてもな、もう、言うても、ボブサッパー日本ではすごいですけど、うん、世界的に見たら、みんな知りませんからね。そう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 。はっきり言うと。はいはいはい。で、そのサップが、まあ、ホーストと結局やるようになったけど、はい、ホーストは自分が負けないと出ないって言ってたわけでしょ。はいはいはい。で、まあ、最後まで揉めて、結局まあ、サップが負けてもいいということになって、結局試合組まれたわけでしょ。はいはい。逆さ抑え込みみたいな形でしたけどね、最後。もう、今時、木村と藤浪の試合やないねんから。今時あんなでかい二人が逆さ抑え込みみたいな、なんかこう、タイツ持って転がして、ねえ。なんかあの、ね、かつての藤浪とね、極太親父の試合みたいなね。そう。ゴーリウマとの。ゴーリウマと藤浪辰巳とか、ね、木村健吾と藤浪辰巳みたいな。ようありましたね、ああいう。ああいう。横入り、なんか指固めみたいな。みたいなね。で、3つ入ったみたいな。みたいな、ね。やられた方もくっそー。くそーと。紙一人やったのにみたいなことで、去っていくという。誰もこうね、傷つかない商売の、勝負の付け方なの。今から20年前やで、うん、極太親父ももう捕まったっちゅうねもう。そう、本当にね。あんなんね。あんなんかまかり通ってね。ねえ。ファンタジーですって言われても、そうやね。ゴールドバーグはね、 JR の水道橋の駅からね、うん、あれでのずっと撮ってどないせいっちゅうのあれだけさ、あれがね、はい、何が嬉しいんですか、僕らあれ見てて。もう全然来ないのかって言って、来たって嬉しさなんですか、あれは。わからん、意図的に言えば。ことは待ってるわけ、ちょっとあれリングの上で、うん、でね、みんなこうウォームアップ多分してたと思うんですよ、はいはい、冷めてますってリング上で。そらそやな、冷えてますって体。冷えるよな、ほんまに。あこまで待たなあかんの。あれね、漫才で言えばね、一人舞台に立ってね、相方来んのずっと待ってるみたいなもんですよ、客と一緒に。そうやな、そう。冷えてきますよ、客も。冷えるよな。うん。で、漫談でも出してるわけじゃないんだもん。はいはい。なんかじーっと待ってるだけなの。ね、うん、もうすぐ来るよって。来るよって。来るよっていうだけのためにね、JR の水道橋で駅から歩いてくるでしょ。うん。それなんか意味あんのってね。アメリカでそれやってたんでしょ、ずっと。だから。アメリカのまあ WWE とかね、そういうとこから見せて、はい、そこからまあドラマがあるわけですよ、向こうは。向こうはね。連続ドラマで。そうでしょ、ずーっとやってきてるわけですよ。だからソープオペラでしょ。そうなんですよ。ずーっとやってた中で、しかも今入ってきたみたいなところでしょ。しかも向こうは水道橋から降りてきただったら、車が来て跳ね飛ばされますよ、ゴールドバーグ。あ、そうやね。ゴールドバーグとあのおっさん。あ、そうやね、ゴールドバーグね。うん。で、パッとね、運転席見たら、マクマホンとか乗ってるような世界ですよ。そうそう、そういう世界ですよね。そこまでやってくれたらね。そう。ほんで、マクマホンが、なんか、逃走してたことで、ちょっと横だけ映って、あれはマクマホンじゃないのかみたいなとこで、うん、そう。その、ちょっと足に包帯巻いて松本でつきながら、はい、あれは復活したと思ってマクマホンどつくとかね。そうなんですよ。そういうソープオペラですよ。そこまで決めてやってるんですよ。段取り組んで。はいはい、あれ、単に遅れて来ただけちゃうのみたいなね。高校門様ご一行みたいなのが、水道橋駅から長いことやってきて。俺ら見ててね、思ったのはね。入館証持ってなかったから、はいはい、止められたら面白いのなと思ったわけよ、うんうん、だからもう止めないということはもう分かってやってるわけじゃない、はいはい、もう分かってんだけど分かってんけどね。でもあれだね、止めるような演出も必要だったと思うんです。そうやねんな、誰も分からんガードマンが来てね、はいはいはい、止めると。でそれをこうなぎ倒して入ってくるみたいな、ね、はいはいはい、ガードマンが何人も出てきて、はい、それをもう掴んでは投げで来るみたいになったら盛り上がると思うけど。そうやな、それもなくおうみんな待っててな。待って東に入って。で、ウォームアップするとか言って。そうそう、まだ出てこへんでしまう。あれもう、そのまま行けよ、リングに。あれって。私服のままね。私服のまま行って。行った方が絶対盛り上がる。絶対盛り上がるのにな。おうん。あの辺の演出もようわからんわ。だ、ゴールドバーグはずっと日本におってね。うん。どっかの何だで元と絡みながら、なんかいろいろドラマ作ってたらね。そう。あれも生きてくるんやろうけど。うん。そっから見せてくれないと。単発でちょっと来られて、いきなり水でもしていきなられて。ね、屈強なやつだと集まって、あんなもんお前水でもして一回集まっててないな。うん、あ、下手したらお前な、大井の場外馬券場来てるおっさんが、そう。ね、誰やこいつみたいな、ややこしいねみたいなとこで。負けてるおっさんがね、暴れますって。負けてるおっさんガチンコですからね。そうそう、負けてるおっさんガチンコ強いで、ゴールドバグより。ゴールドバグよりね。ちょっとしたら。そうや、うん。こんなレースあるかいみたいなのを見ながら。そういう人の乱入があって面白かったと思うんですけど、ね。画面にね。そういうのもなく、もうみんなこう道開けてね。お通りだいみたいな感じやろ。でしょ、ああいうとこでこうなんかね、ほんま負けたおっさんがね、酒飲んで負けたおっさんが。今一生瓶片手に振り回して。回してながらね。なんちゃお前はみたいなこと言いながら。バーンと頭殴りに行くかなんかしてね。してね。ゴールドバグ出れんもんかって言ったらね。で、
はそれで ね見てる僕らは面白かったんですけど、そうやなんかな、うん、あれだけはほんま最近見てて一番わからんわ、うん、謎かけもすぎるよ、武藤もな一体何してはんねやろな、うん、みたいな、な何がやりたいんですか、うん、またやるんでしょ、でもまたやんねんって今度プロレスラブ言うてると何がプロレスラブなんやろあれの、いやでね、はい、あれだけプロレスファンからダメって言われてるわけなのに、うん、まあ今度まあ 10% 取ったらしいんですよ、はいはい、視聴率が、はいはい、だからまたやると、フジテレビもね、はいはい、あの2桁に乗ったからということで、うん、次じゃあどうしますのなあ、うん、いやさすがにちょっと俺も1回目はまあこんなんもありかなと思って見たけど2回目、うん、みたいなもんでしょ、でサタヤンとアブドラブッチャ佐竹、はい、佐竹ブッチャに負けて、負けてまたやりたいってもうやらんでええっちゅうねん、佐竹磨いやってもうあれ定番にするみたいね、だから第一試合はサタヤンとブッチャーという、いやいやだけど竹内さんやって何かある、でサタヤンまたさ、サタヤン評判悪いで今、あれそうよあれね、値打ちもガタガタって、プロレスやるんやったらプロレスやったらええやん、うん、はい、ゼロワンの小笠原さんみたいにやるやり方もあるわけやから、ありますよね、真面目にガチンコでやってくるって形もあるわけやから、それでええやん、うん、ブッチャーとやってる限り何みたいな、むちゃいくつやしてるみたいな、67ぐらいでしょ、67ぐらいやね、もうおじいさんいじめたらんとねえねえ、ね、料理用のこのバケツ持ってきてね、頭叩いてるやん、それももうブーイングやん、うん、でね、僕思うんですけども、だから佐竹もね、うん、そのあれしょっきりじゃないですか言うたら、はいはいはい、ちゃんとしたプロレスを学んだらは学んでね、もっとしんどい試合しなさいよとと思うねんな、うん、あしょっきりじゃないですか、しょっきりやもんな、あんな言うたら見てたら昔の新人のどう荒川さんがやってはったような形の試合ですかね、連打でね、やっぱりこうみんな笑わせると、ちょっとみんな笑わせて注目させて和まして次つなぐという、そうなんですよ、あれって言うてみたらね、晩年のね、うん、エーゲン遥さんですからね、そうなんです、そういう方たちの持ち場なんです。そうやね。佐竹が、うん。佐竹って今これからバリバリにプロレスやっていかなあかんわけでしょ。いや、やるんやったらね、もう30ぐらいから、うん、もう今やっとかな。ええ。もう覚えられへんで、これ以上やったことやったら。そうなんですよ。それをあんなことばっかやってたね、まだやりたいんだよ。うん。負けて悔しいから。いや、悔しいないや。うん。いや、だから。悔しいのか。悔しかったらな、あんな試合。ちょっと佐竹に俺ちょっと思ったら、もう電話しようかな。もうやめときと。佐竹やんっていうのももう用ないって。用ないね。一番用ないよね、うん、一番用ない形になってません、うん、同じずっとね何度か鍋した人間として、そうそうそう、うちの部屋にも来てもらったけど、ねえ、あえて苦言を呈すれば、そうええ人間やけどね、苦言ってさ、佐竹ちょっとええ人間だからこそああなってるかもしれませんけどね、ね、うん、と思うけどな、いやもうほんでね、はい、あの剣道家臣もね、なんかすかすような試合してね、はい、はい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 、あれはすかしすぎやったんちゃうかと俺思いましたけど、ね、だから俺思てんけど、うん、あの彼ら剣道家臣とか小島とか、うんかね、はい、まあ新日でいろいろあったと思うねんけど、何のために新日出て全日行って今何年あれやってんの、うん、俺には全くわからん、わからへんしね、うん、俺そのヒースヒーリングにも言いたいんだけど、はい、ヒースヒーリングなんてこっつ強いじゃん、はい、強いよね、プライドとかでやったら、うん、そう強いよ、ノゲイラを追い込んだりとかね、そうそう、もうあれ怖いぐらい強かったじゃん、怖いぐらい強いよ、うん、それ俺ね、あのハセのノーザンライトスープレックスでね抑え込まれるというのがねまあ、あれ国会議員のバッチが抑え込んでる噂もありますけどね何あれファンタジーダークファンタジーですよね、あんなんな、あジャイアントスイングで回される回されてね、ほんでそのなカウントが出るじゃん、はい、当選確実とかさ、20万回20回回すから20万秒、ね、だからもうそれはさあらかじめ仕込んでるわけだから、はい、それ回ってくれないと困るわけじゃないですか、困るわけやんか、はいはい、はい、そんなんか見え見えでやん、そうやんな、そんなんでええのな、見え見えであれが何王道やったわけみたいな、あれはなんかすごくプロレスっていうのをバカにしてませんか、そうやね、だからあれどこがプロレス好きなよな、うん、久しぶりにプロレスの話オープニングでしましたけど、はい、ちょっとレッスルワン見て許せんと思いましたね、思いましたね、あれはさすがにね、さすがにさすがにもうだんだん40も超えて寛大になりましたけど、うん、あれはちょっと許せんやろ、誰があれを良しとするのかっていうのを聞かせてほしいですね、聞かせてほしいね、店の中でいや良かったという人がいればね、ええ、あれはおもろいんや、テレビ的にはおもろいかどうか知らんけど、いやでもね、でもな、あの出るわけ、テレビで後でテロップで出るんやったら僕許すわけよ、はいはい、1回転とか10回転とか当然確実とか後から入れてるわけだから、はいはい、電光掲示板出るということは、そうそう、それまでも仕込んでるわけじゃん、仕込んでるわけやね、うん、でスイッチャーがおるわけやん、はいはいはい、1、ね、2、じゃあ今回してくださいって9も出てるっていう感じじゃん、そう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 や、はい回ったよ、はいはい電掲示板行くよーってみんなのもんでしょ、もうフロア D がちゃんとはい掲示板行ってよーって言ってくるでしょ、そうでしょ、はい両足掴んだ、はい掲示板行ってよー回しますよーって言ってくる、いうような世界でしょ、はいはいはい、もうそれってさ、はいはい、もうなんかそういうもう格闘もどきということも言えない、いや学生プロレスですよあれ、ね、学生プロレス以下でしょ、はっきり言うと、うん、ここまで言うとそこまで言えるぐらいひどなかったですか見てて、
でしょ、うん、だからハセとね、小島がね、ヒーリングとかやるんだったらいいよ、コールマンとか。はいはい。もっとね、少なくとも猪木祭りでやったぐらいのレベルの試合をしてほしいのよ。猪木祭りでむちゃくちゃ言われたわけよ。はいはい。なんやねん、その格闘家を読んでね、プロレスもどきごっこさせやがってて、言われたんだけど、まだマシやったと思うね。そうやね。まだ。まだな。うん。あれをファンタジーで言われたらな。どうなんでしょうかね。いかがなものかっていうのありますよね。ね、一体何を見せたいのかわからないまま、うん、終わっていく不思議な、空間ですよね。そういう意味でファンタジーですよ。あ、まさに、まあ、ファンタジーというかミステリアスというかね、うん、はい、はい。しかし、あの萩原正人君またフライデー出てましたね。出てましたね。あの虹時でね、萩原正人君のこととか、はいはい、僕はビバ北でね、萩原正人が、うん、遊びに行った札幌のね、はあはあ、店を俺が個人的に探りに行くいうロケとかやったらね、小中芸能に萩原正人ファンの女性から、はいはい、偉い抗議の電話が、ね、来たというね、来ましたけどね。うん、ねえ、まあ、その人はね、そのフライデーをどういう目で見てるんでしょうかね。見てるんでしょうかね。はい、遊んどるやん、やっぱりもう別居してるやんみたいな。うん、ねえ、見えじゃん、うん、みたいな、ねえ、うん、感じですけど。そうやんな、もうここまで出てきたら、はい、しゃーないんちゃうみたいな。いや、でも、お盛んですね。え、お盛ん。萩原正人君、うん、はい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 。ねえ、若いんでしょう。いや、若いんでしょう、言うほど若ないで。もういくつなんですかね、35ぐらいでしょ、ぐらいですか。そうかな、その辺から、まあ、詳しい年は分かりませんけども。はい、もうそろそろ分別もね。ねえ、ということなのかな。思うけどな、なんかな、なんかあんな見たら、やっぱりそうやんか、もう、萩原正人君、何も変わってへんや、みたいな。いうね、気もしますが。ねえ、気もせんでもないでしょう、うん、思いません。はい、思いますよ。なあ、パチンコ三昧。はい。ねえ、一人暮らし、夜中に女来るとか、もう、プライドの記事を鵜呑みにするとそうですよね。そういう感じなんですけどもね。ねえ、まあ、だから、宝刀三昧という感じなんですけどね。プライドの記事を鵜呑みにすると、もう、なんというのかな、昔で言えば、宝刀息子と言われたじゃないですか。はいはいはい。働きもせんと。働きもろくにせんと。まあ、働いてますけどね。して、みたいなね。舞台やってますけどね。やってますけどね。まあ、そういうような表現使われましたけど。ねえ、不思議な感じですけどね。そういう意味で言うと、なんかなぁと思いながら。はい、でもあの今回、キムタクのあのグッドラック見ましたけどね、はい、なんていうんかな、30取ってね、1回取りましたね、すごいな、やっぱりね、さすがに、さすがやな、ここという時のキムタクはやっぱり強いですね、やっぱ強いな、やっぱ1回目はやっぱり30取んねんな。やっぱりまあネタが良かったんですよね、向いてたというかね、あのパイロットとキムタクのイメージというか、はいはい、まあ、健康的なイメージで、はい、今でちょっと何かこう影のあるとかいうのもやってて、ちょっとなんか謎っぽかったじゃないですか、はい、そうですね、それで20ぐらいでしたけど、22、23でしょうね、それがね、それでも20取ったら十分ですよ、十分なんですけど、やっぱり20だったらキムタクなんか落ち目ちゃうかとか言われてするんですよ。そうやんな、これだけの人は。そうやんな、うん、でもまあ30でね、またマスコミ用意するでしょ。いや、だから30取るってことは、やっぱりだから爽やかなキムタクの方がやっぱり支持仰ぐねんな。そりゃそうでしょうね、犯人役のキムタクで、うん、なんか不活性とドロドロとかなんかいろんな女ドロドロエッチしてるよりは、うん、そっちの方がいいんですよね、はい、いいんですよね、うん、まあ、この前のね、なんか1億の星ととかなんかあったじゃないですか。あ、1億の星のなんとかだ、ありましたよね、はいはい、うん、あれっていうのはちょっとね、いまいち思ったよ、あんな方向な狂言やけど、やっぱり30はなかなか超えませんもんね。さんまちゃんとね、キムタクと言ってね、はいはい、一気に30超えるんかなと思ったらそうでもなく、そうでもなかったね。今回みたいにああいう制服もんで爽やかなキムタクで、はい、夜の9時ぐらいやったら撮んねんな、はい、ね、これが撮るねんな、はい、誰が見たってあのドラマね、キムタクがかっこよく見えるようになっただけのことなんですよ、うん、だからそれが一番みんないいんでしょうね。あのトップガンみたいなもんで、トム・クルーズがかっこよく見えたらいいねみたいな、はい、そうやな、もうトム・クルーズさえよかったらええねんという。だから今回はキムタクの制服、パイロット姿、はい、かっこええやんだけですよ、あれ。そうそう、なあ、そうじゃないもんな、もう。いや、だからね、2枚目がね、はい、まあ、パイロットの制服着たらかっこいいねん。あ、そうやな、誰が見ても、誰が見てもな、うん、でこう飛行機を飛ばすってね、ロマンなのよ。ああ、またこうそんな惹かれるのよ、女性は。はい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 、そうやんな、うん、で、まあ、柴崎港あたりが整備士でな、はい、ちょっと文句つけたりしながら、うん、ちょっと惹かれ合ってみたいなね、惹かれ合ってような展開なんでしょう。そう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 、これまたウケるわけ、こういうのが。はいはい、シンデレラストーリーみたいな部分もあるから。はいはい、ほんで私はですのね、ちょっとお姉さん役の方が黒木ひとみさん、はい、うん、それとちょっと堤真一が昔なんか付き合ったかなみたいな、みたいなね、ちょっとなんかそういうね、大人の愛もありつつ、そうそう、だから俺なんか見てた時に堤真一が、俺は風邪なんかしょうがねえじゃん、風邪だったからとかって言って、はい、君たちが言うたら、うん、俺は風邪ひいたらもうパイロットやめるなって時に、もうすごいこと言うなと思って、セリフで堤真一と、ああ、堤さんね、はいはいはい、俺は風邪ひいたらパイロット、うん、
ロットを辞めるって言って。あ、言い切って。言い切ってましたね。あ、はいはいはい、はい。その時俺すっごいあの仕事終わって鼻声やったんで、うん、俺もう仕事辞めなかねえやと思いながら。風邪ひいたらね。風邪ひいたら、はい。もう心配ですけどね、明日のライブもか、はい、風邪気味なんで。そうですね、どうなるんでしょう。なんかここまで言い切るドラマもすごいですよね。まあ、堤さんもね、やっぱりなんかこう、はい、自分の役を。まあまあ、敵役ですから。あくまで嫌われ役ということでね、頑張ってるんじゃないですか。はい、そうやね、それに比べてちょっとかわいそうなんで。うん、桂山慎吾君、はい、あの柏原隆が病気で倒れた後で来た、はい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 、で柏原隆の作ったイメージを自分がまたそれやらなあかんから、うん、無理あるかなこれ。あ、またね、今幸せの絶頂の人でしょ。そう、細川直美と結婚してね、はい、新人夫人でアタリーノしたんですけども、はい、柏原隆君の代わりに来たでしょ、うん、まあ、いきなりセリフがまたね、うん、あの松に言われてましたもん、うん、なんか社長イメージ変わりましたねっていう劇中劇やらしてましたからね。なんか社長イメージ変わりましたねって言って、はい、いきなり言うて言われて言われてやってました。でも一応柏原隆君の作ったオリジナルキャラを踏襲してるんですよ、一応はね。うん、あれかわいそうやな、やっぱり無理してるな。そりゃそうでしょ、自分のキャラを出しちゃうとやっぱ違和感ありすぎるわけだから。あ、まあ、自分なりにやらなあかんけど、一応一応今の見てて崩せないから、はい、うん、まずそれをね、それを「ねねちゃん」とか言いながら「文芸復活」とか言いながら、言いながらちょっと無理あるな、無理あるね、無理ある無理ある、やりながらちょっと目の端に ね寂しさが出てる、ちょっと涙目っぽい感じの演技ですよね。俺こんなしゃべりちゃうやんみたいなんか、うん、ああ、まあでも俳優ということでね、役者ですからね、プロですから、プロですから、役作りせなあかんねんけど、はいはい、ちょっとなんかこう、うん、一生懸命やってんのがね、ああ帰ってこう、なんかね、空回りしてるというかね、空回りしてるというか、なんかそう、いや柏原隆の作った役を選んでもええねんねって俺は思って、うん、思ってまうねんけど、言われてるんですよ向こうからも、それ選んでいいねんね、自分のでやってって言われてんだけど、まあでもどっかさ、でもやっぱりまあイメージはね、はい、みたいなこともありつつ、はいはい、ありつつね、ね、自分の中でも迷いがあるわけよ、はいはいはい、はい、で松さんの救いのフォローのね、まあそれセルフやと思うんですけど、はいはい、それがかえってプレッシャーになったりとか、意外とねタバコ吸いながらとかしながらね、はい、そんなも意外とね、意外とやっぱり気にしますからね、途中から入ると、うん、そうやっぱり戸様っていう意識があるからね、あるな、戸様な、ね、うん、はいはいはい、やっと吉本松竹も戸様なくなってきたとか言いながらね、やっぱりあるでしょう、あ、まだ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 ね、はい、ありますあります、それは絶対ありますからね、うん、後から入ってきたもんで、うん、いやでも考えてみたら後から入ってきたもんの中でね、はい、江口洋介がなんかスキーかなんかスノボーかなんかで骨折してマッチいうのもありましたからね、ありましたね、取れなかったですよね、あの時もやっぱり江口洋介全盛期の時に全盛期の時に、ね、マッチに帰られましたからね、あの時帰られたマッチもかわいそうでしたけどね、そうそう、お互いなんかね、お互いってファンもマッチもかわいそうなんですよね、そうやねんな、視聴者も聴者もマッチもかわいそうなんです、マッチもかわいそうやねん、みたいなね、と思ってる僕らも、あ、マッチにも悪いなと思う気持ちもありつつ、って言うわけだから、そうそうそう、複雑な方なんかね、複雑なね、マッチみたいな、そういう精神になるんだったらチャンネル変えようみたいなもんでしょ、そうやねんな、うん、うん、はい、あれどうやねん、俺例えば身代わりになってもらう役者の方は残念やと思いながら、うん、後のやつの評判が良かった人はムカつくねやろな、やっぱりムカつくし、取られたって気になるだろうね、ああ、はあはあはあ、でもまあ藤岡弘さんなんかもそうですけども、はいはい、怪我で交代っていうのはまあ致し方ないっていうのはあるけども、はい、なんかちょっとこいつってプロデューサーからね、はい、あかんなと思って途中交代みたいにさせれた人はたまらんでしょうな、あ、まあ怪我ならね、うん、また致し方ないっていう面もあるけど、江口洋介なんかあの時なんかね、骨折した時にマッチに変わって手術がちょっと取れなかって、はい、やっぱり江口洋介でなくっちゃということを、うん、まあ病院で入院しながら器具さ、うん、こう巻きながらね、うん、やっぱり俺でしょっていうのは思ったやろな、そうですよね、だからそれは気になったでしょうね、視聴率表とか、はいはいはい、ベッドで、まあ取り寄せてね、取り寄せてね、ファックスかなんかで、うん、まあ 10% ぐらいしかなかったら、やっぱ俺じゃなかったらねって誰に言うとこもなくね、こう誰に言うことなくね、うん、朝はちょっとなんかこう看護師さん見上げて体温計測る時も、うん、やっぱりね、俺でなくっちゃねみたいなこと言うやろ、そ言うやろね、うん、うん、マッチには悪いことしたなみたいな、ね、あ、そうそう、軽く言うやろね、ちょっと笑い顔でね、そうそうそう、誰にも電話しないけどマッチに電話してるふりしてごめんねとか言ってましたよ、嫌なやつ
はい、ということでございまして、はい、ということで久しぶりに秀明先生が、はいはい、はいはい、どうもどうもどうも、やってまいりました、こんばんはということで、ねね、いやいや、なんかああいう代役とかね、はい、まあそんな予定うちにあのカールスムギ石井達也さんも、うん、離婚しましたね、ね、スチュワーデスとね、ね、全然人に見せませんでしたね、結局は、うん、ああそうですね、ね、7年間の愛の間になんか全然あの、うん、表だって見せなかったでしょ、うん、結婚式の写真のすらウェディングドレスの後ろからでしたかね、うん、内田さん、そうなんですよ、ねえ、なってますよ本当にね、ねえ、ね、見せないまま、結局見せないままね、離婚してましたね、謎のまま終わってしまいましたね、我々からしたら、うん、はい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 、ねえ、見たかったな、うん、一度ぐらい見たかったですけどね、うん、お、見せないまま、うん、彫刻ばっかり見せて、そうそうそう、いやでもペットショップ行ったらおるんでしょ、いやペットショップ行ったんですよね、 いるんですか、店長じゃなくてオーナーだったんじゃないですか、オーナーやからあんまりやれちゃうかな、いや、オーナー店長かな、オーナーって、たまに顔出すでしょ、たまに出すやろ、ね、うん、ロマンヒコかけながら、うん、そう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 ロマン飛行で出てきますね。元全日空の手話でしたやし。なるほど、そういうことね。そうそう、ロマン飛行基本でしょ、やっぱり。そうね、登場するときは。だから、オーナーとして、もし出てくるときは、ロマン飛行をまず店内に流してから。流してからね。そう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 。あ、来たみたいな。来たみたいな。それ基本ですよね。基本ですよね。みんなピシッと決まるみたいな。ただ、こうあんとね。そういえば全日空は今な。ライドオンタイムやからな、あちょっと BG 変えてるかもしれんな、あれ店長、あいつもロマン飛行はもうあれ終わったのよ、終わったのよやっぱりここは、ライドオンタイムで、ライドオンタイム、ああそれ気悪いな、カルスモーキーね、飛び木玉ね、ちょっと奥様のペットショップを見に行ったらさ、そうそうそう、はいはい、ライドオンタイム、ライドオンタイム、23年前の曲やからこれ、そうそうそう、いやこれはみたいな、意外とアレンジから行くとロマン飛行よりライドオンタイムの方が斬新やさ、今乗っとる感じしますよね、そうイケイケみたいな、ね、あれ、ね、あれ山里ってすごいな、まあ大竹栄一さんも言ってはったけど、結局はアレンジやと、うん、アレンジさえちゃんとすれば古く感じへんねやって言わはるけど、そうですね、そういう意味では山里もそのやっぱ大竹栄一さんの流れなんやな、あれ、うん、そうですね、今聞いても別にな、全く古くないんですよ、あのドラマのって別に入れ直したとか、そんな違うです、あれ前のまんまでしたね、あれだけね、だからあの前のレコード会社の曲なんで、はいはい、シングルバージョンっていうの前のレコード会社のベスト版にしか入ってないんですよ、あだからその前のレコード会社が今 BGM になってるので、BGM だけが出す権利があるんですよ、あ、うん、そういうことなんや、だから達郎さんが管理できないんですよね、あそうなんや、うん、唯一の曲、あ、うん、ただまあ印税は当然入ってきますよ、当然ね、そりゃそうでしょ、でも別にあれ何にもしてないのにフルなんや、うん、何にもしてない、あれファーストエディションのまま、うん、おすごいなあ、そう考えると、まあだからね、あの山下達郎を発見した時の大竹栄一ってすごかったらしいのよ、はいはい、大竹さんがカセットテープで、はい、なんかどっかのわけわからん若いやつがこれ聞いといてって持ってきたらしいの、はいはい、で聞いたらそれ山下達郎やったのよ、それが、はいはい、テープが、はいはい、持ってきたやつもここにやったらしいの、はいはい、でそれ聞いてもぶっ飛んだらしいですよ、これはすごいとか言って、だから少なくともこのカセットでも1万本ぐらいは売れると、はいはい、このままでもと思ったらしいですよ、へそれぐらい才能あったみたいよ、うーんのっけから、せやろな、うん、なあ、うん、何十年前、二十何年前の曲でもあれも、1980年です、あれが、せやろ、80年に、ヒットした、彼の最初のヒットなんですよ、ね、そうですね、せやね、ライドオンタイムがね、そう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 、はいはいはい、そう考えたらやっぱすごいよね、すごいんですよ、おお、今聞いても全然大丈夫でしょ、はい、あの人のアレンジの力ってすごいな、だって、あの、竹内まりやの曲、今何聴いても振るないで。あ、うん、全部作ってんねんけど、うん、あのアレンジは山下達郎じゃないですか。うんうん、はいはい、すごいなぁと思いますね。ね、はいはいはい。すごい才能だなぁ。すごい才能やなぁ、うん。古くなれへんのはすごい才能ですね。うん、まあ、考えたらローリングソードまたやってきますね。またやってくるんですよ、これ。はい、東京ドーム、大阪ドーム、はい、2 days ずつ。すごいんですよ。はい。もう、いくつやねんっていう世界ですからね。いくつですか、還暦ですか、還暦超えてますよ。超えてますよ。超えましたね。超えてますよ。ミックが還暦かな。はい。だからそうですね、チャーリー・ワッツだから61か、はいはい、でキースが59か、はいはいはい、それでローンズはちょっと若いね、あローンズはちょっと若いなって言ってたら50代でしょ、50代ですよ、まあね、東京 2days 大阪 2days どうもでね、普通ね、はい、僕らの近所の50の人60の人って見たら下手ってる人多いじゃないですか、いやいや、うん、まあでも最近まだ元気やとはいえね、いえね、いえ東京ドームの端から端まで走ればいいよ、はい、歌いながら、そうやね、いやでもね、うん、普通あのクラスのね、あのベテランになるとね1日休むんですよ、そうやね、うん、そう連続でやるんですよ、楽しむかな2日目と下手るんちゃうかって僕らの予想では、うん、2日目ちょっとな、2日目ちょっと心配なんですよ、まあまさかキースも人1人丸半日で血全部入れ替えるわけですよ、そうそうそう、いかんからね、これはね、ね、危ないじゃないですか、はいはいはい、すんのかなと思って、うん、まあ楽しみは楽しみだけどね、うん、うん、ね、どうなんでしょうかね、行くんですか、行きますよ、当然、いや大阪だけでも行っとこうかなと思って、あ、やっぱもうないでしょ、
まあ、もう、ま、もうないでしょ。もうないやろ。前回もそう言われて、まあ毎回言われてますよね。もう最後やろ、うん、でももうこれがほんまに最後でしょ。うん、だからもうみんな60超えていくわけでしょ、うん、はいはい、こんなもうなんか世界ツアーってちょっとかったるなってくるんちゃいます。ワールドツアーやろ、うん、長いことやってんねんもん。だってやってるよ。アメリカね、去年からずっとアメリカ全米回ってね、全米回ってそれも細かい都市まで行っとるんですよ。はいはいはい、はい、その後このオセアニアツアーで、はい、こう日本来て中国も行くのかな、はい、の香港行ってオーストラリア、ね、オーストラリア、はい、その後ヨーロッパに今度凱旋するんですよ。凱旋ですよね。世界ツアーのこの貯めたやつで、さあやっと帰ってきましたよヨーロッパで、多分最終日ロンドンウェンブリーアリーナでしょう、うん、はい、そこまでだいたい1年半かけて何千人というツアースクスタッフでこうずっと移動してるんですよ、はいはいはい、ほんで何千億と稼ぐわけですよ、うん、そうやな、うん、いやだから、まあ、初期もそれぐらい出ますけど、はいはいはい、それは分かるんですけどもね、やっぱりもう50超えて60になったらね、まあ至る所にガタ来るじゃないですか人間ってね。40超えたらもうだからおしっこの出が悪くなったりとか、うん、あの目がちょっと疲れすぐ疲れたりとか、それはしますよね、肩が上がらなかったりとかするじゃないですか、うん、普通、はい、そうですよね、腰に来たりとか。ただね、あの年代はなんか元気やな、うん、だって言うてロックンロールがバーン売れてから最初の人たちや、うん、そうや、言うてもあのロックンロールの元祖みたいな人なんやね。プレスリーを除けば、はい、その後ビートルズ以降のロックって、うん、そうやずっと同じ人が一線におるわけ、うん、ポール・マッカートニー、まあポール・マッカートニーもあれは売れなくなりましたけど、はい、ツアーやった人入ります、うん、で同じ世代でエリック・クラプトもそうですよ。そうですよね、はい、まだやっとんねん。クラプトもまだやってますよ。アルバム出したら1位になるよねこれが、うん、そうやな、ね、でずっとあの辺の世代がずーっと、うん、おんねん。だからラジオ界で言うたら、はい、浜村淳道場洋蔵がずーっとおるわけや。あ、で浜村淳道場洋蔵がずーっとワールドツアーやってるわけ。そうそう、これトップだよ。トップなんやな、うん、60と60何歳ですけど。そうやな、20年前と変われへんでみたいなね。そう考えてみれば20年前の浜村淳さんもやってはりましたよ、そうそうそう、いや吠えてましたで、ね、そうや、放送で吠えてましたよ、うん、道場さんもやってはりましたよ、うん、やってましたもん、うん、道場さん26年やってますから、いやもうだからあの本当浜村さんなんか僕ら高校の頃からやってるわけでしょ。そうや、僕ら高校の頃聞いてたもんねよ。だから当時だから浜村さん30ぐらいからですか、始めはったのは。もう何年やったか知りませんけども、うん、65ぐらいちゃうの浜村さんって。よ、知らんけど、いや多分そうでしょ、うん、もう未だにやっとんねんもう。そうや、そう浜村さん的にはあれだよ、ミック・ジャガーなんて青い青いとか思ってるんですよ。まあそういう目で見たらそうですね。うん、ミック・ジャガーさんが言うと俺は毎日やっとるよ、まあ、5年に1回しかツアーせへんねやろ、あいつらみたいな。そうそう、あっしゃあ月堂で喋っとんねんと。そうやねよ、それはどうしたんやと。土曜日長いよ、しかも。そうね。道場さん元気やで、朝から2時間ガーしゃべるやろ、うん、朝から2時間しゃべってるのと同じテンプスペースと、その何時の、厚みで、厚みで、うん、2階でしゃべっとんで、そうね、誰に語るともなく、そうそうそう。趣味、だって趣味立ち話やで。自分のためだけでしゃべってるってみたいなね。それもすごいね。ABC の通路でしゃべって、入り口でしゃべっとったもんね。考えたらほんまに、浜村さんと、それからあとね、冒険家は、冒険家もう長いよな。長いよ、冒険家も長いです、ね、だって俺と高橋さんが物心ついた時からもうずっとやってはんねんもんな。やってます、やってます。ありがとう言いながらな、うんうんうん、そうそうそう、まあ、うん、ストーンズは40年やってるんですけどね、うん、いやでもそれに匹敵するぐらいやってんねん浜村さん、まあ、多分。いやそりゃそうですよね、バチョンから考えたらそれやってるで、動いてる量も含めて。そうや、そうしてるカロリー、僕ね昔レコード店回ってね、テルミーというローリングストーンズのシングルがあって、はいはいはい、あテルミーという曲やと思って買おうと思ったのが多分小学生ぐらいですよ。そうやんな、1963年かな。そうやんな、あれが4年や、4年テルミーって、うん、そうやんな、うん、小学校ぐらいの時に思ってたおっさんがまだ一線でやってるっていうのは、まだ東京ドーム走るんですよ、うん、聞いてる方が上がってへんいうぐらいのね、うん、そうそう聞いてる方がちょっと名称もしますよでしょ、たまにかすんだりしてるね、俺もね、今度ドーム行こうかなと思ってんだけど、うん、ドームでどんな人がまだローリングソーズを支えてんのかと思うよね。もう言うてもさ、俺らにまだもうちょっと下の世代でも。一番熱心な人たちは50代ですよ、ね。50代やろ？段階の世代でしょ、きっと。うん、多分ね、50前後ですよ。50前後の。そうですね。僕らちょっと上ぐらいがやっぱり一番成長したと思いますよ。そうでしょ。うん、一番熱いでしょ、みんな。中学高校の頃にテルミとかに触れた人、ね、そうでしょ。サティスファクションとか。そうそうそう、はいはい。リアルタイムで聞いてた人。僕らの世代は後付けですから、ね、そう。僕らはほら、なんか後でから、うん、トヨタの CM で使ったサティスファクションをきっかけにとか、そんなんじゃないですか。スティッキーフィンガーズとか、あの辺70年代のストーンズから入ってるから。そうそうそう。そうなんですよ。だから逆に戻ってくる。逆に60年代聞いたら、うわ、すげえっていう。そう。ジャンピングジャンクフラッシュとかね、うん、世代なんですよ、うん、そうだから、はい、でもね、飛ばないでしょもう50代は、あ、客席でもね、ドームでもね、うん、うん、い
や、でもどうなのかな、やっぱり。ミック・ジャガー飛んでますよ。だから、ストーンズとか見たら、やっぱり動くんじゃないのかな。おー。動かなかったのが。動かなかったのが、おっちゃんたちも。歩けなかった人も、歩けるようになった。飛び跳ねて。おじいちゃんが立ったわ、みたいな。みたいな。世界違います？いや、まあ、それに近いやろな。うん。いや、それはもう、一番現役時代55、6でしょうかね。そうそう。でも、まあ、一つのパッケージショーじゃないですか。ね、はい、まあ、もう、決まって、お決まりですわ、言うたら。そうやな。もう、ヒット、ヒット、ヒットで。はい、で、3曲ぐらいちょっとこう、アーシーな曲入れて、で、毎回2曲ぐらい、こう、セットリスト変えて、はいはい、こんな曲がって、まあ、濃いファンを喜ばれて、ね、最後はもう、ブラウンシャワー、シュガーで飛ばすんですよ。はいはいはい。飛ぶかな、みんな。いやー、せい、へい、へい、へい、ヒューで飛びますからね、みんなね。そうやね、あれ飛びますよね。そう、X の紅みたいなもんで、あそこ飛ばんでいかんのですわ。はい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 。それはやるでしょ。ね、うん、50代飛ぶかな。まあ飛ぶ、だ骨折する人もいるでしょうけど、何人かは。いるでしょうけど、やっぱりそれはやっぱりやるでしょう。行った限りは。ね、これも大概ですね、ほんま。大概ですね。いやでも、ポール・マッカートニーのコンサートは待ったりしてたらしいよ、もう。さすがに待ってしたらしいな。あのうちのマネージャーも、ね、うちのマネージャーも行ったけど、なんか飲んでてよね。のんびりしたコンサートでしたって、喉から、喉から、田園風景が広がるようなコンサートって言ってましたけどね。うん、あそう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 。ね、ちょっとこう、うん、テンポのある曲やったら、ちょっと今の早すぎたかな、みたいな。はい、そういう、こう、ポールも気兼ねしつつ、こう、はいはいはい、なんかもうちょっとハードなナンバーだけど大丈夫みたいな。あの、すべての歌が表打ちになるみたいな。そうそうそう。そういう世界。裏打ちはできへんよ。裏打ちにならないから。そうだ。ちょっと今からしばらく、ヘイジューだから、ちょっと休んでね、みたいな。はいはいはい、そんな感じ。そんな感じなんです。いつまでもヘイジューでヘイジューで、何分やんねん、みたいな。そうそうそう。オリジナル6分か7分ぐらいあるんですけどね。はいはいはい。まったりしたと。はいはい、あれやと、還暦のコンサートはね。ああ、そうなんだ、うん。ちょっと変えてんだ。だからもう、そうやね、そうでしょうね。でも、マッカートニーはね、それやっても似合うっていうか、バラードも似合いそうだけど、はいはい、ストーンズは。そうやね、ストーンズはね、ゴリゴリいかんと上がる。そうですね。その辺はやっぱりみんな期待してくるから。オープン G でね。ガーンと言っとかないかんのですよ。はいはいはい、はいね、もう40年やっててなんで未だにそんな下手やねんっていうあの、うん、そうこのなんちゅうかふにゃふにゃしたこのね、はいはいはい、音がないとみんな満足せえへんはいはいはい、はい、あのチューニングも微妙にずれてると微妙にだからベースだけ今ねあの戸玉のベースが入ってるじゃないですかそうそうこれがものすごくうまいんですよあいつだけがちゃんとこうリズムを刻んでますからね、音ちゃんと。あいつだけ浮いてんな、みたいな。いや、そういう意味では、勝手にやってますから、ね。キースも勝手にやってますからね。そうそうそうあれ、みんなね、そっぽ向いてやってるでしょ。普通のバンドっていうのは、割かし、その、はい、グループ感というか、ね、なんかあるじゃないですか。グループ感があるけど。なんかみんなで盛り上げていこうみたいな。彼らちゃいますよね。ないね。もうなんか好きに。はい、ミックが騒いでるの見てさ、はい、なんか嫌な笑いしてるドラムの人いましたよ、僕。はいはい、まだやってる、やってるみたいな。まだやってるわ、みたいな。チャーリーワッツも。チャーリーワッツもね。おかず4回だけはもう終わってえな、みたいな顔してる時あるしね。チャーリーワッツ早くあんまり叩き出ないんですよ、もう。もう終わろう終わろう、みたいなね。あの、あれでしょ、もう、まあ、次もどうせズラネタで笑わすんやろ、みたいな。わかるみたいなもんでしょ。そうそうそう。もうええから、もうええから。あ、来た来た。もうね、そのもうええと。ロングとも次フリーダイヤル言うねやろって顔してる。そうそうそう。そう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 いうことそういうことフリーダイヤル飽きてますからね自分らの中ではねそうそう飽きた来たみたいなでも曲はドーンって喜ぶみたいなねお約束やってほしいからねやっぱりねほんで、まあ、何がこう、キースが、はい、ここで笑わないと、もう、笑うとこないですよ、みたいなねそうそうちょっと聞かせますからねそういう意味でほっとくらないですよまあ、俺らもね、最近もあの、ロリソース見習わんと。ね、本当にね。いつまでやんねん。還暦までね。3人でメイミント喋るみたいな、ね。そうそうそう。ステージ上で。メイミントね。僕こう来たら来るみたいな。あ、江口来た来た。病院病院。病院病院。病院で俺はすごいだろうってね。江口さん、健尿です。みたいな。韓国が来たから、どう俺みたいな。はい、そんなこといいですから、尿取りますよ。取りますよって。そんな話を。そんな話を。目見ずにやる。目見ずに。ああいうこともせんでもやる。できてるな、こいつら。浜村さんがありがとうやり続けるように俺らもやりたいからね。深夜のラジオでこんなに15年ももうないからね。ないっすね。ある種全人未踏の域達してますよ。特に関西深夜ではもう。はいはい、はい。もうそうやろ。同じメンバーでってのないでしょうね。なんか、ぬかるみがもう終わってしまいましたでしょ。ね、ヤンタンがって様変わりしていくやん、みんなと、はい。ヤングタウンという名前は残ってましたけどっていう世界でしょ。新人大使ありますからね。女の日本もそうでしょ。うち15年。このメンバーね。メンバー変わらずですよ。メンバー変わらずですよ。うん、基本的には全く変わってないじゃないですか。まあ、新しいベースですけどね、ヒリアン。そうそうそう。ちょっとね。ちょっと若手入れようということで。もう若手がベテランになってくる。マジで。これええか。もうベテランですからね。これええか、それ。いいんでしょうか。いや、でも若手あれまだな。まだね。007の試写会の、ね、前説は平野秀明なんですよ。ああ、それを、ね、
会場の一番真ん中で浜村ちゃんが見てるの、うん、見てんの世代みたいな、え、うそやそれは偉い場やな、今回はリサイタルホール緊張しましたねやっぱりね、その前にもね、ダブルセブンの、ダブルどこ座ってもいいんですよ、で業界席っていうのはそのホールの端にあるんですよ、端にあるやん、でそこは関係者席ってこう、はいはい、お座ってあるやろ、紙貼っとるんですよ。貼ってますよ、それは。浜村淳さん。そこには座らず。座らずに。真ん中に座るんですよ。はよから来て。こう通路前の席、ドーン座って、貼って、うん、ジージャン、ジージャンですよ、あの感じで。して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 。あの、なんか変、キラキラなんかこう。そう、スパンコールついてる。スパンコールでやったら、若さを強調してるみたいなね。そうそうそう、ジージャンと、あれ来て、ドーンと。もう、目立つやん。目立つやん。その前で。その前で、この人。もうね、今回は、うん、舞台に立って、でもまあ、浜田さんはCM でも007をやったわよ、みたいなところもあるでしょうから。あるし。プラスやろ、もうね。うん。だから、平野とかいう若いやつは、誰の許してて舞台に立ってんの、俺の前。みたいな、そうか、そうか、東京のとか誰かにケツ掘られたんかいと、うん、そうそうそう、ついにかと、ついに掘られてそういう風にするわけやねと、ってた、いやだってさ普通さあんなとこ乗ったらこういろんな人に気づくやん、いろんな、うん、ね、素人さんも付き合ってるんで、浜村さんすっごいよ、もうめちゃめちゃ騒いしてた、握手したりも、うん、あ、うん、もうね、でもあらゆる業界関係者に立ち上がって、どうもどうも浜村です、どうもどうも、えらい目立っ、えらい目立っとんなみたいな、そこへ秀明が出てくるわけで、そうそう、これ今一応まあ秀明出てきた瞬間、嫌顔でも浜村さんも座って見なあかんが、立ってないじゃん、そこでは、さすがにね、うん、そうそう、ほんでまた珍しくなんか字幕が全部上がって、会場が明るくなってもおるがな、普通帰るがな、帰る帰る、帰らへんね、また業界の人、あ、どうもどうも言うて延々挨拶してんねん、これはある種のあれやな、でしょうね、地位行為でしょうね、あるな、俺はまだ健在やってというか、声かけんのどっちかなみたいなね、そうやな、まずは観客動員数を伸ばせるのは誰やと、うん、ありがとうで喋れるアシッド、それ何やるっていうの、ありがとうとアシッドどっち取るの映画会社の人たちはみたいな感じがあるんじゃん、俺はしかもありがとうやめてるわけだと、まだ現役で喋ってるよと、土曜日映画のものやってるよと、延々喋るよ結論までと、そうそう、全部ありますよ、ね、ありますよ、全部言うよと、全部言うよと、私は結論まで言うよと、言うよと、うん、だってクレジット全部読もうかと、うん、裏の気分ありますよね。そうそう。それなのに秀明、こいつが俺の牙城を今揺るがしてるんかと。もうこれちょっとそういう危機感があったんじゃあります？残って握手するという。そうやね。うん、だからそれをしながら。誰が秀明一派なんやっていうのを見とちょっとこの圧力で見てるんですよね、圧力で見極めてるんですよ、そうそう、圧力でキュキュッキュキュッとしながらね、あれはちょっとね、もうちょっと誰が平野君を指名したんかな、うん、みたいなみたいな ね、うん、ね、あるかもしれませんね、勃発するかもしれませんで、映画評論家戦争みたいなのが関西、そうそう、今まで浜村さんの一本かぶりやったもん、そう、大阪は浜村さんの一本かぶり、一本かぶりやったのに最近なんか平野たらいう若い子が出てくんのよみたいな ねそうそうそう、で、うん、僕じゃなくて司会は気がつけばね、大きな試写会も平野君がやってるんだよねみたいな、前はなんか小さいとこでやってたから俺は許してたんだけどねみたいな、そう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 、いやらしいな、よう入ってきますよ、いやいやいや、それはもう、いや、あくまでも浜村さんのそのね、行為を考えて、いや、それはね、上がってくるもんね、うん、ね、だんだん、ある年齢とともに落ちてくるもんありますから、ありますあります、その裸息の時にね、やっぱり今、こうね、来てるわけですから、あ、それはだって、ほら、字幕やってるあのおばはんね、小田さんね、小田夏子さん、相変わらずやってるけど、うん、最近は週刊誌とかにもさ、あの跳躍でおなじみのとか書かれるんですよ、叩かれ出してる、あんな権威があった人が、戸田夏子さんで一時なんか、ね、戸田夏子に憧れていう人多かったんですよ。多かったですよ。で、一流の映画はもう戸田さんに訳してもらわないと一流じゃないみたいなところがあって、ありました、ありました。特に恋愛映画に関してはもう戸田さん、一本かぶりやからね、それがでも跳躍って言われるわけだ。あの跳躍のカッコ笑いみたいなことを週刊誌で書かれるんですよ。そうですね。だからロード・オブ・ザ・リングでね、はいはい、一番それが火ついたんですけど、はい、それでまあ割と叩かれまして、もう全然ちゃんと訳してないみたいな、はいはい、戸田さんももうあらゆるいろんな番組とか、うん、あと取材を受けてね、はいはい、それこそ戸田夏子ここにありっていう露出をものすごい打ち張ったんですよ。ああ。いろんなちょっとした新聞のね。戸田夏子さんですらって、もうかなり日本の役では第一人者やからね。うん、そうでしょ。言うても戸田夏子さんが、俺らでも字幕スーパー誰してる戸田夏子やもん。うん。誰しかも思い浮かべへんじゃないですか。うん。そうやな。で、ロード・オブ・ザ・リングの後、うん、だからちょうど1年ぐらい前ですよね。ロード・オブ・ザ・リングそんなに叩かれた？いや、ロード・オブ・ザ・リングっていうのは、もうその、ファンが多いのよ、コミックとか。そうそうそう、はいはい。要するに指輪物語ですから、ね。うん。めっちゃファンが多いから、トールキンファンってものすごい濃いですから、細かいとこまでチェックしてるから、それがニュアンスが
変わってたら、うん、スターウォーズマニアと同じね、スターウォーズ、まあだからね、もっと言えばね、スタートレックマニアに似てる。あ、スタートレックマニア、はいはいはい、スターウォーズマニアはね、どちらかといえば僕らもまあマニアの一部ですけども、はいはい、多少は緩いとかある、多少はなんかエンターテインメントがええみたいな、まあまあ許してあげようと思うのってええんやという、スタートレックファンというのはもうそうじゃないわけですよ、うん、もう一行たりと間違ってたら許せない、特に固有名詞の使い方で、ね、ああはいはいはい、そういうとこあるからで、ロード・オブ・ザ・リング受けて、もうマニアが多いから、マニアが叩かれたんや。そうですよ。だからもうそれでも戸田さんに訳させるなっていう運動までちょっと起きて、うん、でその後戸田さんがすごいのは、それでテレビの、例えばゲスト番組に出たりとか、はいはい、新聞のあのちょっとしたインタビューとかにも出て、出だしたんや、私があの初めて訳したのは地獄の黙示録でいう、そのいわゆる自分の反省をいっぱい出して世間に、ただ夏子ここにありって打ち張ったんですよ。ああ、地獄の黙示録から始まるんや。そう、それももう全然ね、うん、こんな世界には全く文句も言うかもなかった閉ざしていたのを、私がもう努力して努力して努力してここまで来ましたっていうね、うん、もうやってるんですよ。それをアピールして、うん、取って代わられないようにしてるわけです。そうですよね。だから戸田夏子さんが叩かれ出したのは、やっぱりね、あの来日したそのいわゆる有名ハリウッド2枚目スターの横で、なんであんた通訳なんていうところらへんからちょっと戸田が出して、うん、トム・クルーズの横には戸田夏子ありみたいなね、でも小森のおばちゃんより増しちゃうんかそうやねんけど、ただトムはねとかなんでっていう感じでもなったんですよ。でもね、字幕であそこまで実績のある人がね、はい、トムはねって言えなかったら、はい、誰が言うたらええのって世界じゃん、あそこまでの人だったら、水の花がまた取るものやねって言ったらややこしいからね、ややこしいじゃないですか、せっかく疑惑も晴れたのにみたいなね、そうそうそうということでしょ。そうやんな、訴訟でね勝利を得たのに、はいはい、水野さん横におったらまた再燃かみたいなね、そうやね、一緒に怒られたいねって、もうそれややこしいからね、ややこしいよね、戸田さんでいいじゃんっていうのけど、でも叩かれんねんな、なんか出過ぎてるみたいなね、あれあるでしょうね、あるんでしょうね。だから007やっぱ戸田夏子最後にドヤーいう感じで出るんですけどね。だからもう浜村さんもやっぱり戸田夏子やね、実績がもの言うねこの世界はみたいなね。あれでしょうね。声持ってる。いやいや。面白い。違う方向や。違う方向持っていってるのに。いや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 。ひでやきここはもう宣戦布告しとけよ。全然動くしとかんと、まあね、こういう世界はね、はいはい、やっぱりこう王者がいる以上は、はい、それをまくらない限り王者になれませんからね。そう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 、マジな話。でももう、まあ、言うても大阪では浜村淳さん、映画に関しては浜村さんのね、もう独裁ですからね、はっきり言って。誰もその牙城を近づいたやついませんから。あの言うたらね、僕は中学の頃から、はい、あの浜村さんが昼にやったラジオの、はいはい、映画のそういう評論みたいなの聞いて、はい、感動してた人間だから。そうでしょ。うちの親なんかもう映画いかんでいいと、本当にマジで浜村さんの方が面白いっていうぐらいのことをその頃からやってんだから。でも浜村さんの、あの言うてた映画の解説を聞いて映画行ったら浜村さんの方が面白かった人多いねんから、うん、浜村さんの場合はもう講談ですからね、うん、あれは、はっきり言うと映画講談なんですよ。中学ぐらいの頃からやってるんですよ僕が。そうでしょ。だからもう30年はやってますよ。誰も画像を揺らしてないもん。そうそう、監督以外編集権はないって言ってるけど、あの人編集するからね。そうそうそう、映画を。そうなんですよ、日本には編集権持ってる人いるんですよね、浜村淳という。純バージョンが存在しますからね。純バージョンあるんですよ、そうそう、あのディレクターズカットならぬが浜村ズカットがあるんですよ。そうそう、あるよ。こんな映画やったっけと思う時あるもんね、たまにね。必要ないところは全部切ってますからね、そうやねん、そうやねん。あの面白いように言うたはりますからね、やっぱり自分なりにちゃんとこう言うた方が語りとして面白い、面白いっていうところで、多分皆さんがこの映画に興味を持つっていうところで自分なりのこの編集してありますからね。でも時々ものすごく大事なとこ落とすけどね、そこを落としたかやろみたいな。はい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 、いやそこはでも浜村さんのあんまお気に入りのないところがありますから。そうか、秀明もとうとう牙城を揺らすようになったわけやな。本当にね、これはいや秀明今のうち宣戦布告しとけ、宣戦布告。そうそう、面白いっすよ、面白い、ね、だって言うてもありがとう浜村淳ってまだレーティングお前まだ5とか取ってねえで、うちアシドとうち足してもそんなもんな、ヘルクスパリもダメだよ、そいつ合わせても。そうそうそう、もうね、モンスターだから、やっぱり我々がね、やっぱりこう、徒党組んで戦う、挑まないと、負けますって、うんうんうん、ここは一つね。だからさ、徒党組んで言ってますけど、役立たん徒党ですね、これ。足引っ張るかもしれませんけどね。あの、敵に回すおっとしてけど、めけちゃいけない、役立たないことがありますね。ありますからね。一番嫌なタイプですよね。嫌なタイプですよね、本当に。そう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 。でもやっぱり、浜村さんが毎日来たというのは、ちょっと衝撃的な出来事ですね。でもね、今の話聞いててね、本当にこれ蒸し返すようですけど、何思ったかというとね、うん、この通路前の一番のところに座ってるわけでしょ、うん、浜村さんがそのスーツが青着て、はい、でそこにこうなんかね、まあみんなが挨拶しに行きますわね、よそ行きの平野くんが立って迎え合うわけでしょ、はい、大事ですよこれ、エクソシストバズスと向かい合った時のメリン神父がこう向かい合って
ね、映画の関東方ちょっとどうする、ね、どっちが悪魔なんですか。いやいや、それは僕の口から言えません。いや、例え悪い。例え悪すぎる。いやいや、でも向かい合ったさ。やっぱり、他にない。例えば、もう、三打大会なの。どっちがどっちがわからんくらいのね。大体その時、大体キング、キングコング対ゴジラでも、両方海落ちていって、決定をつきませんでしたや、うん。そうそうそう。進歩と悪魔って言ってますね。いや、でもね、メリンは負けるんですよ。ああ、一回ね。うん、カラスは勝つんですけど、はいはい、メリンは僕はそのメリンを浜村さんと、カラスを平野君と思ってるだけなんです。ああ、なるほど。悪魔は。悪魔はなんかもうその見えない、見えない圧力。見えないところで足を引っ張ろうとしている。そう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 。なるほど。誰やろ、誰やろ。誰の名前出してもサッサーリアル。誰の名前出してもサッサーリアル。じゃあとりあえず水野さんという。便利やな。便利やな。便利ですね、水野さん。便利ですね、はい、はい、じゃあ一曲いきましょうか。はい、キングクリムゾン、誰も関心ないと思いますけど、実はキングクリムゾンのニューアルバム、ザ・パワー・トゥ・ビリーブはよくできているんです。今日なんか40代以下聞いててもおもろいラジオかもしれんな。キングクリムゾンで、ファクス・オブ・ライフ。さて、先週の積み立てクイズでございますが、はい、まあまあ、バカなお姉ちゃんがね、はい、振り向かなかった俳優はと、うん、いうことでございますが、当たった方は岡山市の三宅悦子さんが当たりました。はい、おめでとうございます。2万円をお送りします。今週の問題です、はい、問題です。とあるお笑い芸人、若手お笑い芸人が、うん、ある一座を組んでロケに行きました。ほうほうほう。その時に、まあ、加藤茶さんがですね、はお笑い芸人は遊んでなんぼだよとかって、うん、遊ばれちゃダメだよって言って、うん、で、ほらさ、ほら、大物のあの人もさって言ってて、うん、遊んでるじゃん、遊んでるんだよって言ってたんですね、うん、そのアコーディオンカーって隔てて、その人と付き合った女性が、うん、いたんだ。いたんです、それも気にせず加藤茶さんは、あ、でもあの師匠はブス好きだからねってでっかい声で言ったらしいんですけど。まあ本人を前にして、本人をアコーディオンカーって一枚隔てて、まあ薄皮一枚隔ててね。でまた本人、加藤茶さんはそれ知らんかったらしいんだけどね。そうそうそう、何遍もあの師匠はブス好きだ、ブス好きだと言ったらしいんですが、その言われてたブスと言われた女優さんは誰でしょうかというのが問題でございま す、ね、はい、はい。郵便番号 530-801 ABC ラジオ、誠の最強青年団、または psy@abc1008.com までです。さて、2月10日に出る僕と青木一さんとの本でございますけども、幻冬舎から。そうです。幻冬舎やね、秀明。まだ正直言うの言うといてんな。幻冬舎から本出ることはもっとありがたかれ。そうそうそう、なかなかね、厳しいとこですからね。なかなか出ないですよ、幻冬舎からは。出してもらえないですよ。ね、はいはいはい。はいはい、ね。はい。そこから出ます、僕と青木一さんの本、覚悟のすすめ。はい。という対談本ですね。そうです。はい、おでますね。はい、いや、本タイトルはちょっと僕まだサブタイトルかな、ね、かもしれません。それも今度はちゃんと発表できると思いますので。もう大丈夫、2月10日やね。はい。今度はって。もうスリに入ってますんで大丈夫です。もう間違いなく2月10日なんで出ますから。はい。はい。幻冬舎から、幻冬舎から出せるってね。ある種の憧れでしたからね。そうですね。この僕、幻冬舎に行ってきたんですが、自社ビルなんですよね。そうやんな。ねえ、なんか商社なビルでね、やってますよ。はい、いい感じのとこで。いい感じですけどね。大きいとこほどやっぱシビアですからね。そうなんですよ。本当にそうなんですよ。一発当てへんかったら、ほんまに社員首飛びますからね、あそこ。ノルマがあるんですよ、きっちり。ね、あなたは年間15冊売れる本出しなさいみたいなね。はいはいはい、はい。そうそう。で何万部以上売りなさいと、うん、でそれでまあ12冊ぐらいやったらちょっとねみたいな。そうそう、はい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 、ええ、ノルマをクリアするとボーナスもすごいでかいですけどね。でかいです。はいはい、はい、編集長クラスになると単行本は年間12冊、はい、文庫本を年間24冊、うん、責任持って出しなさいと、うん、しかも売れなかったらダメなの。そうやね、クリアさせんとあかん目標があるわけですね、目標値があるわけですよ、うん、はいはい、はい、ものすごいだからあれですよ、シビアな、シビア出版業界でもかなりシビアなところですね。はい、しかも淡々と言いますからね、担当の人が、ああできた当たり前だろっていうぐらいのみたいな部分と、あダメですっていうね。で竹内さんが20個ぐらい企画持ってても通るの2つか3つ3つぐらいですね。はあ、はい、はい、それダメですねとか、あいりませんとかね、もうちょっとこうなんか色っぽく言うてよとか思うじゃないですか。いや、もういいんだけどとか、持って帰ってまた企画にかけますわとかっていうようなこと言わないのよ。もう面談即決みたいな感じ。竹内さん20個持ってきますよ、いけそうな2つだけとか、これとこれいただきますみたいな、ね、あとはもういりませんから、はいはいはい、それ話し合う余地はないです、はい、なるほどっていうラインナップだけでも
もうそれだけで決めてしまうところなんですね。まあそんな休暇が鋭いわけでしょうね、その鋭いしね。でその社長の源城さんがね、うん、あの北野真子さんにはちょっとちゃんと言っといてくれっていう指示が出てるんですよ、うん、でやっぱりその北野さんのラジオで言ってもらうと本が売れたりするからということで、はい、あの TBS ラジオやった時も要は源城さんの本とかやったら結構動いたんですよね、最近、はいはい、結構本買ってくれるんで、うん、皆さんがまあ社長がね、まあそういうような、まあ言うても本売れない時代ですからね、はい、そうなんですよ。だからそういう部分ではね、うん、まあ言ってもらったらあの売れるから言って担当しててくれるのもあるみたいですけどもね、はい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 、なかなか売れませんからね、もう本今でも出版本当不況なんですよ。でも潰れましたよね、どっか何でしたかね、シフト、主婦の友社ね、田島ミルクさんやね、はいはいはい、はい、書いておられるところですけどもね、はいはいはい、はいはい、主婦と生活は頑張ってますよ、頑張ってますけどね、僕いろいろやらせてもらってますけど、そう、そういえばここに来てますけどね、あのビッコミックスピリッツのね、うん、あのおいしんぼが全然なかなか今勝手になんか救済してますもんね、再開予告もないですね、ないらしいですね、はいはいはい、はい、なんかあったんでしょうかね、うん、うん、はい、はい、だからこのね、おいしいものにちなんだ豪華食材プレゼントがあったんですがというのがね、ペンネームスカタンさんがもらいましたが、その4号後にはプレゼント内容と作者は無関係ですというお詫びと訂正文が載ったから、なんか揉めたんかもしれませんね、なんか揉めてますね、出版社と作者の刈谷哲さんと、うん、なんで勝手にするんだプレゼント、そう、しかも俺はこれを認めてないよということで、うん、揉めたんかもしれませんね、なるほど、うん、その訂正というかお答えが出たということはなんかありえますよね、ありえますよね、あったね、なんかね、訂正文があったことは刈谷哲さんのなんか激励に触れたでしょうね、まあ一平あのね、おいしいもではあのスーパードライの時にかなり、はい、ビールで一遍大揉めしてるんですよね、ちょっと揉めてるんですよね、はいはい、あビールね、はい、そうそうそう、あこういう作り方ではダメだってのが書いてましたね、そうそう、スーパードライ云々とかね、うん、その辺のことをちょっとあの書いたんで、実はちょっとそっちの方からクレームが来たことがあって、まあ、だからドイツにはこうビールの法律があるんだと、ビールはこうして作らないとビールじゃないんだ、うん、みたいなので、翻って日本のビールはみたいなことやっちゃったんですよ。いやでもね、うん、僕個人的に言わせてもらったらね、はい、ドイツとかの地ビールとかよりもね、日本のビールが好きなんですよ、はい、向こうの地ビールってちょっとコクがありすぎて、はいはい、飲みづらいんですよ、はいはい、なんか喉越しが良ないっていうかありますからね、でだから日本の K ビールとか A ビールとかいうのは、はいはい、プロレスラーでも外人の日本に来たビール楽しみや、そうそう、焼肉とビールは最高らしいですからね、生ビール特に好きらしいですからね、しかもね最近本当に日本の肉もね、はい、外人がものすごい好むようになって、あ好む昔はあんなあかんって言ってたじゃない、柔らかすぎるとか言ってたけど、はいはい、今もうみんなこれ好んでね、ビールと肉は日本、はいはい、コービーですわ、神戸ビーフ、神戸ビーフね、うん、ね、コービーブライアントのコービーですからね、はい、そうだからでアメリカでも例えば割とマニアックなニューヨークのね、まあ、特にニューヨーカーと称するですな、ちょっとまあ、はい、ちょっとスノブな人種が、はい、まあ私の友達の旦那ですけど、ちょっとこうやっぱりいや、まあ、アメリカのビールはダメなんだよみたいなこと言うんですよ、はいはいはい、でニューヨークではねこういうこう小さいこう醸造所があって、そういうところでこう丹念に作ってるビールがうまいんだよとかって飲まされるんです、うん、確かに美味しいけど、はいはい、濃いんですよね、濃いでしょ、何杯も飲まれへんねん、そうなんです、うん、アメリカのあの大手のビールメーカーダメなんだよみたいなことをガー言うて、はい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 、でもなんか俺バドファイザーの方が飲みやすいよね、みんな楽かなみたいな、水代わりにっていうかね、 6.5% ぐらいあるね、いやいやアルコールもきついからね、はいはい、まあ、あの沖縄なんか行ったら夏はね軽いからオリオンビール飲みますよ、昼間からガンバンガンガバガバ飲みますわ、そうそう、だから言うてることは分からんではないし、確かにうまいけど、確かにね、毎日毎日これではなみたいなのがちょっとね、はい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 、あったりするんですけど、うん、はいはいはい、僕もおいしんぼ、たださ僕らさ、いわこのメール来て初めて、あそういえばやってへんなっていうのがちょっと、ね、今おいしんぼのパワーがちょっとやっぱりね、そういえば言われてみればないなと、毎週買ってますけどね、だって20世紀少年勝手に休んだら暴れるやろ、ああ今な今佳境に入ってますからね、そうそうそう、もう何が何だか分からなくなってますけどね、20世紀少年はもうだからおいしんぼとかのもうパターンになりすぎてて、はいはい、でこう何言われても要は再放送でしてるじゃんアニメ、はいはい、時々見たりしますけども、うん、なんかこう餃子戦争みたいなのがあってね、はいはい、で餃子がうまいかうまくないかでまた思考と究極で対決するんだけど、はいはい、貝原雄山がね自分も餃子作ると、うん、で餃子の原点が今の餃子にはないとか言うと、はいはい、何がないんかなとか思うやんか、はいはい、でこうみんな食わすわけよ、ね、で今までの餃子と違うとどこを変えたんですかって言うたら誰も目のつけなかったところを変えたというわけよ、はいはい、どこやろうと思ったら餃子の皮だとか言うわけ、はいはい、餃子の皮ってみんなこだわってませんとりあえずはとりあえずはね一応、はいはい、一応それ目つけるもつけないも、はいはいはい、いやそんなそれはまあなあみたいな、思いません、はいはい、そういうのがこうなんかこう引っ張る
ネタになってるわけよ。あこれではダメだと思いましたね、はいはいはい、今やね、うん、ああダメそうだ、もうやっぱりやり尽くしたっていうことでしょ、とこもあるんでしょうな、もうあ、まあ、だからあの全国ね都道府県うまいもん巡り対決、そうですね、あごいったんはあれでだいぶ引っ張れるっていうところに行ったからね、いやだからもちろん職を巡るね安全性の問題っていうのもちゃんとあの人たちは考えてあるから、ね、取材してはるからそういう部分ではすごい偉いなと思うけど、はい、でも、ま、ただ単に漫画読んでるこのバカな中年男の立場からすると、はい、ついちょっと飛ばしてしまったりそうや、ね、するんすよ、時々くどいかなと思う時あるよな、 それは一時ほらあの、うん、僕ねあのスバルなかった暴れてましたから、うん、うわまた休んどるみたいなね、うん、あので最近はあれでしょ、あのまこっちゃんのお気に入りはあれ、ね、高校アフロ、高校アフロ田中あれバカやわもう最近あれが一番おもろい、俺の心を今一番癒してるのは高校アフロや特にあの鍋で、あのなんで急にカーボーイの鍋やりだしたかわからんけどあれね何でも炊けるというか、そうそう何でも料理できるやつね、そうそう、あれ一個あったらこうやってカウボーイがね牛を追ってる間に勝手に料理をうまくしてくれる、焚き火の中に入れとけばそうそう勝手に作ってくれるんだよね、そうそうだってスパイスも何も入れてないんで、ダッチなんとかダッチなんとかやろ、ダッチなんとかっていう鍋、うん、あれちょっと俺、うん、星だったもんそうそうそう、あそれね多分 NHK の男の料理とか見てたらね時たまれの特集するんですよ、はい、で俺らも見ながらあ勝手にやってくれるんだと思ってパンも焼けるしシチューも作れるし、そうそう七面鳥も当然焼けるし、ね、何でもいけるんですよ、でね、出てくるおっさんがね、はい、何もしなくていいんですよと火を周りに置くんですよ、そうそうそうあとは勝手にやってくれるんですよ、それ見て書きよって便利やなと思って、ほんまにこれだけでいいんですよみたいなね、だってさ普段なんかアフロのね高校生が出てくるしょうな漫画やねんけど、なんじゃんけどかなり突然一ページ目から天下の輪とか売ってるの、そうそうあの友達がねでそれ多分それね女竹さんと同じ NHK のあれ見よったんですよきっとそれですわ、作者がそれ見よったんですよ、見よったよ、ね、これやと、うん、その自分がワクワクしたのそのまま漫画にしてるんですわ、そういう親しみが多分ね俺もどっかで見よってんのなと思って、うんこっちが空き地でやってて近所のリンカにもう火がもう打ったい3時間ぐらいほっといたら、そうそう2時間置くんだね、鍋がこいつらをうまくしてくれるんだ育ててくれるんだね、何やそれみたいな、ほんまにあの鍋ってそんな鍋なんすか、いやうんあのテレビで言ってましたよ、アメリカの西部でしょ、そうそう開拓時代に開発されたやつで、そう、ほんでそれに火を置いといて、うん、中に具材だけバンバン掘り込んどいたらシチューもできるって、うん、でもそれだろほんまにそうなんですかね、実験してましたよ、でその実験するおっさんがねこんなねカーボーイのカーボーイでやってるんですよ雰囲気からまず何でもいいんですよ、とにかく焚き火に入れとけばいいんですよ、だって単純とあれだから中にあの例えばじゃ玉ねぎとかババーン切って、うん、バーン入れて、うん、鶏ババーン入れて、水入れて、水入れてバーン掘っとけばあとは勝手にやってくれるこの鍋がうまくしてくれるんですよって言って今ねや、天下のカブの青がなおっさんが言うてましたけど、ほんまそうだ、ほんまにそうで、あのあれと似てるんですよ、あのなんかすっぽん鍋の鍋と、はいはいはい、土鍋みたいでしょ、あれは鍋が美味しくしてくれるって言うじゃないですか、それも美味しいもんかなんか言ってましたね、あの何代にもたって何百にも染みついてるから土鍋はその染みつくでしょ、うん、当然土やからもともとはね、中に染み込むから、いらんもん要素入れんでええから、うん、もう水だけちょっと出してたらあとはもう勝手に鍋がうまくしてくれると、うん、同じことで、でもなことアメリカそれはあれ土のもんなんですか、鉄鍋でしょ、鉄鍋でしょ、鉄のもんだけど、その理屈は言うてましたわ、はい、いわゆる四方八方から同等の熱がかかるんだって、はい、だから野菜とかも中までこう綺麗に火が通るわけです、はいはいはい、うん、でそれ以上は通らないみたいなね、でもスパイス入れないですかね、うん、何もせんかったね、中島味がね、うん、だから僕もそう思ったわけよ、うん、まあでも基本的には塩コショウはしてましたよ、ああそうやね、うん、軽く塩コショウだけしてしても漫画を投げてもらえるよこれうまくなるんだと言うて、俺だカーボーイこうやってこう語らい合いながら、ね、2時間ぐらい待つねんと、2時間ぐらい待つねんとカーボーイ大平原に、大平原の空き地で大平原に語り合おうここ埼玉へでみたいなそうそうそういう、でちょっと2時間待ってどっか行こうって言ったやつにあの近所に家燃えてるそうそうそうバホケな漫画ねあの漫画もの久しぶりに新幹線で声出してもらったら、おやこの漫画と思って、多分竹下と同じ同じの見てるな、それは。それは見てる、見てる。あれ見たら絶対あの鍋欲しなるよな。欲しくなる、欲しくなる。だからあれ万能鍋ですから、はいはい、あのとにかく男の人は一つ持っといてくださいって言ってました。ああ。万能なんですよ。いや、あのね、あの漫画でね、僕ね、最近だからね、あのモーニングのね、クッキングパパあるじゃないですか、はいはいはい、あれのね、たまに美味しそうな料理を今日切って、はい、家でやるんですよ、はい、あれ意外とうまいですよ、うんうん、
それ考えると別にもう美味しいもんなくなってもいいね、俺は。だから、美味しいもん見て、うん、あ、これ作ってみようとか、あんまり思わない。そういうレベルじゃないから。いけますよ。クッキングパパはね、大体できるんですよね。できますよね、あれね。ほんまに実際に。すぐ書いてくれてますよ。そうそうそう。あれだから切り取って、ね、あ、やってみようと思って。うん。うん。できますよ。あれできるよね。だから味変とか絶対やりたくない。下手ない。味変はやりたくない。分けないや、みたいな。そうそうそう。味変はあかんでしょ。牛を汁とか言われてもらえない。汗入って勝ちました、みたいなね。汗の塩分で勝つわけよ。微妙な味やから。からね、だからもっとアンモニアの微妙な味するんちゃうかなと思うんだけどね。そうなんよな。それ考えると、うん、美味しん坊もね、それぐらいの僕ら認識やから、うん、辛いよね。辛い。クッキングパパは実際に作れるじゃないですか。作れる作れる。必ず作り方書いてるんですよね。書いてます書いてます。一面丸々1ページ使って書きます。で、読者からのなんかレシピもついてるんですね。レシピもついてる。こんなんが読者が来てこれも美味しいよやってみようってみたいなね。で実際に切り取ってやってみたらあうまいやんと思って。これも僕やりましたよ。うなぎとうどんとかを。はいはい、やるやつで、ホットプレートで。意外とうまいでしょ、これは。やり方としてはうなぎとかやったらね、パックのやつを買ってきてって書いてるやろ。そうそうそう。だからパック買ってきてできるようにやってくれてるんですよ。1cmごとに切ってという、うんうん、簡単簡単ねえ、うん、あれはようできてますよ。そういう意味ではおいしん坊とかさ、うなぎやったら鶏肉ところからまずこれはまずね、あかんじゃないですか。どこのうなぎないとあかんとかね、あかんとか、最近のうなぎはどれぐらい汚染されてるとかそういう話から入るやろ、ね、そういう時で食欲が汚染ねんから俺さ、おいしん坊見ててさ、もうイカ嫌いのやつイカ好きにするとか言うんで、イカ釣り船でイカ取ったやつをその場で食わせてあるやんか、はいはい、まあ確かにまあそれは取り立ては美味しいけど、はい、その取り立て手に入らんから苦労するわけじゃないですか、はい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 、思いません？思う。あれが入ったらそれは簡単に美味しいものって。だからほんまの卵見に行こうって自撮りの卵で山奥まで行くやんか、そらあんたらはええけどや、そう日常そんな卵食われへんちゅうの。食われへんやろ、うん、うん、なんか米炊く競争でもさ、はい、白米ねご飯で優勝っていうか、貝原雄山がね優勝っていうか、はい、白に勝つじゃないですか。勝った理由は米とかは本当に美味しいとか取ってんだけど、白も、はいはい、その米を一粒一粒かけてるやつが同じ大きさの米を揃えて炊きました、だから勝ちました、はいはい、ですよ、はいはい、そんなんご飯って言う？それやったらアメリカのカーボーイの鍋でやるから、そうなるや、灰原雄三の前にあれ鍋持ってんだよ、こうすればいいんだよ、そうそう、庭でな、灰原雄三美食グラブの庭で30秒待てと焚き火してね、焚き火してな、みんな焚き火してな、何でも掘り込んだらいいね、こんなもん、灰原雄三イラちゃんが帰るんですよ、帰るって言うぜ、絶対何でもおもなる鍋の方が便利早いやんなあ、そうやね、うん、あれちょっとあの美味しいもの限界って、まあ、確かにね日本の食が乱れてることを、うん、言いたいのは分かんねんけど、そうそうそう、あこまでやられると時々思うよね、そうそうそう、俺たちの口には絶対手に入らへん食材が出てくるわけ、出てくるやろ、毎、うんうん、回それじゃん、そうやね、もうとんかつやったら黒豚のどこそこの豚で、この豚はと、はい、で、はいはい、負ける理由がその飼料にあるわけね、肥料というか、はい、肥料に、はいはい、あの食事に豚の、はいはいはい、これはどこそこで取れた農薬使ってるやつやったからダメやったみたいなね、はいはいはい、そういうところまでこだわって取りに行くわけでしょ、はいはいはい、豚肉を、はい、そりゃうまいやろうと、そりゃうまいわな、うん、おお、でそれなんぼすんねんって世界ですやん。でしょ？そこはねやっぱりね。いやだからな、この間俺、うん、テレ朝のとこまで松坂まで松坂肉見に行ったやん。はい、牛を。あの5000万落札されたやつがあんねん、うん、最高値をこの間取って、うんうん。まあまあ業者さんはまあ当然この高級病の BSE とかがあったから、はい、もうちょっと景気でバーンとみんなで盛り上げなあかんねん意味で。うんはい、まあ、祝い価格で5000万出してはってんけど、うんはい、5000万の牛育った生産農家の子行ったら、本当におじいちゃんやね、うん。で、まあ、家族でやってるから、俺もごっつい牛小屋があると思ったんや。はい、まあ、5、60頭は最低おんねんよなと思ったら、7頭ぐらいしかおれへんね、うん。はい、狭いねん。うん、普通 の, 民家の1階ぶち抜いただけのようなもんや、平屋の。狭いねん。7頭しかおれへんねん、はい。ここにおったんですか、5000万の牛があって。そうや、ああ、言って、うん。で、5000万になると思いました。いやいや、まあ普通で考えたら300万とか400万や、まさか牛で。3年間ちゃんと言うたら、田島から買ってきて、目牛で1回もね、妊娠をさせてない。はい、1回もね、まあ、大人になりきってない、うん、言うたら、おぼこの牛を、普通なら2年のとこを3年育てる、はい。特別な資料とかあるんでしょ？いや、いつもの昔からの資料をそのまま買いばっかして、うん、ほうほう、なんで5000万になったんでしょうかね、たまたまやなあ、そんなもんなんや、たまたまや言ってましたわ、あ、たままあその時はまあ景気払いも景気の付けもあってんけど、でもそれがこの400万の牛と5000万って牛と何がちゃうねんだって、まあ血統はあるのよ、はいはい、明らかにその田島さんの黒毛和牛の血統をちゃんと血統書もあって、うん、この美紋っていう花のもんも押してあってってあんねんけど、はい、まあたまたまやな、まあ言うたらね、
そないに牛をなんか、ね、販路で調教するわけでもないですよね。狭いとこで3年間飼料を壊して、ただね、水はいるって言ってたな。うん、あ、水、いい水がいるんや、いい水がいるんや。なるほど、はい、こっちは多分水がうまいからええねんって言ったな。あの、いわゆる地下水が、はいはい、なるほどね、言ってました。でもせやから言うてな、どやねんってことあんねんって、本人でも分からんねんって。うん、そやから貝原雄太が偉そうにないろいろ言うけど、うん、たまたまかもしれんや、肉に関しては。まあ、もちろんそうだよね。それはそうでしょ。でしょ、確かにこの定義はあるっていうのはあるけどね。それはあるよな。でもやっぱり牛の世界も血統や言ってましたね、うまいのは。だからね、なんかすき焼きがこんな肉の食い方一番まずいって貝原雄太とか四郎とか言うじゃないですか。あ、言うね。あれ言うやろ、ね、言うてね、甘ったるい声やられて、うん、でもすき焼き美味しいやん。美味しい。でしゃぶしゃぶも今のしゃぶしゃぶのやり方ダメだとか言うて、はいはい、言うて、で四郎が開発したのがさ、はい、なんかしゃぶしゃぶとすき焼きのなんか間の料理で、しゃぶすき、しゃぶすき、はいはいはい、しゃぶすき、しゃぶすき、なんかもうそれな、何人でも、俺はしゃぶすきって別のなんか連想、食べたら元気になるぐらいのね。今日はじゃあしゃぶすきやろうかって、しゃぶすきってって言われるよな。それはほんまあるよな。あ、いや、俺も思ってあの時、そこまですき焼きボロクソ言わんでええんちゃうのと。そうそう、すき焼き食ってるやん。いや、そうそう、美味しいやん。いや、俺は金を食うてるもんをまず否定されるやんか。うん、はいはい、まだ食ってるもんはすき焼きではないとか言われてからね。魯山人のすき焼きはとか言って、なんかね、作り方書いてんだけどね、いや、僕はそんなんでは食いたくないですと思うんですよ。そうやな。やっぱりあの、ね、砂糖と醤油でもいいじゃん。醤油でね、で、こう卵つけてガーン食いたいじゃないですか。はいはいはい。美味しいじゃん、一切れ目がもう抜群に。パン焼きはもあかんって言われたもんな。うん、肉汁が外へ漏れてしまうんだ。そうそうそう。あ、肉の旨味の一番分かるとこがって言うねんけど、でもね、まさか牛でもまだもうたけどね、あんまりも立派やったらね、霜降りきつすぎてね、濃いで、ちょっと足がね、入りすぎてるんですよね。ちょっとね、わ、好きな人はめちゃめちゃ好きやねんけど、はいはいはい、あんまりにも高かったら逆に差し入りすぎててね、食べたけどね、まあうまいねんよ、うまいねんけど、油しかせえへん。量は食えんよね。量食えん。もう 100g 食うたらもうええわって思うな。ああ、そこね、ハードル高すぎんだよね。ね。だからほんま、マガジンハウスのね、ブルータスみたいなああいう雑誌と一緒でさ、はい、今、エルフジという世界でもものすごい注目が集まってる店があるって、ね、うん、スペインの、それもなんかもう都会から車で5時間ぐらい行かなきゃならない中で、はい、予約殺到、みんな急げ、だから急がねえんじゃ。この間からちょっと僕ね、気になるこの産業広告があるんですよ。うん、はい。まあスポーツ新聞なんかで読んでたら、まあデリバリーヘルスなんかよろしいわね、別にね。はいはいはい、こんなん別になんとでもなる話がいっぱいあるんですよね。もうこんなんも結構、うん、こんなんも結局見てたら笑うなーのありますけどね。うん。ね、さっき見て何やったかな。干潮美人が出てましたね。干潮美人。干潮美人 AF、アナルファックですな。うん、そんなもん出てましたもん、ね、新聞に。産業広告。産業広告に。はい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 。それ何、干潮美人を求むじゃなくて。干潮美人がいますって、ね、いますという、お知らせですね。はいはいはい。はい。干潮美人、AF、アナルファック、はいはい。スパイシーな、美女干潮アナルファックって書いてます。そうそう、最近ね、それ多いんですよ。その、干潮系というか、スカトロ系。スパイシーって何ですの？いや、わかりませんね。スパイシーな。大便ということでしょ。食べて、あ、ちょっと知らないと思ったみたいな。って思うのが、それはその鍋に入れてうまくなりますか？そのカウボーイの。カウボーイの鍋に入れてうまくなりますか？さすがにどうなんだろう。鍋がうまくするんだよ。何でも。いや、でもね、最近の広告見てたらね、大阪の広告ですけどね、はいはい、本当に産業広告でね、はい、大便にまみれたい方とか書いてましたよ。マジで。そんなんあるんですよ。あるんですよ。まあ、危険癖になる知女の宅急便とかね。勘弁してほしい。知女の宅急便。知女の宅急便。これはうまいですね。ちょっとね。はい。素人美人秘書、朝9時からって書いてますね。素人美人秘書って。秘書はプロでありたいですね。やっぱ9時からね。僕ね、これも好きやね。重曹初母乳を飲んでみませんかの好きやねんな。飲めるんだ。飲めるんですよ。ところがね、じゃあ、これはまあまあ、HK じゃないですか。うん、このね、わからんの、バイバイ。うん、バイバイ、はいはい、売り買い、売り買いね、うん、売り買いで医薬品効果買い入れ即金支払います、秘密厳守って書いてある。いや、待って、これ横流し制って、これ何のことなのかな、ね、医療関係者に横流し制っていう広告じゃないですか。分かる。だからね、医薬品専門業者即金買い入れでしょ、秘密厳守、うん、
これこっちも医薬品効果買い入れ即現金秘密守りますってこと、うん、あこれは一体何を売り買いしてんの、まあ、だからそのちょっと処方箋いるような薬を横に流してくれっていうのことじゃないんですか。わからん、これ一体、うん、それいいのそれ、いや悪いでしょ、でも広告部出るってことは違法やないやろな。いやこれないやと思う、ギリギリでしょ、ここまで、まあ、目光らせてないっていうところもあるんですよね、広告のその、うん、まあいわゆる規制の方だからこれな、俺もな前から俺な新聞撮っててな、はい、少し見撮ってて朝見ながら何気なく見ててな、これって何なんやろうと思って、うん、何を買ってくれんやろこうかな。だから本当に表に出せないというか処方箋がなかったら出せない非合法になっちゃうようなものを、うん、はいはい、まあ買うということでしょ。買うんやろ、いや、うん、でもねそれやったらね、ええ、さそれな、わからんのが秘密原子って書いてな、広告売ってるわけやんか、うん、ええ、これ見て、あるやつらはわかるわけでしょ、わかる、あこれ俺売りに行こうっていうことだよな、うんうんうん、ええ、俺らには全く分からへんし、分からへん、うん、それか、もうあかんから出しても出しても売れない、うん、売りに来ないかもしれないんだけど、でも出してるってことは売りに来るやつがいるのかな、いや、いるいるいる、で買う人もいる、だってこれ俺が初めて見た2ヶ月前やもん、うん、で今でも同じこの会社ですよ、この会社、うん、あ、そうそうやね、これ2ヶ月前ですよ、これ見た、なるほど、2ヶ月ぐらい前に見て、なんかちょ去年の12月の頭ぐらいかな、はい、チラッと思ってなんかちょっと頭の片隅にあって、うん、でまあこんなんってなみたいな思ってて最後で話題にせんかったけど、また改めて見たら、あまだあるやんと思って、はいはいはい、ってことは商売に成り立ってるわけやろ、ええ、で医薬品で、うん、なんか持っていったら効果買い取りしてくれて即金で金くれんのやろ、うん、しかも秘密守るってことやろ、うん、はいはいはい、だから、まあ、その横流しになってる、そうそう、だからそれをだから横流してくれっていうことでしょ、要はそれ以外ないですもん、だから非合法だと思いますよ、ほうほうほう、いや、ほう、うん、でも非合法だって医薬品をこんな形で売買したらあかんのじゃないですか、普通に考えても、いやまあね、多分普通は風邪薬レベルでもちょっといかんのじゃないですかね、うんうん、ねえ普通はだから、うん、ほらあの医者から処方箋持って、うん、持ってとか薬局とか行ってね、あと薬局で買うとか、はい、やっぱり薬とかいうのはそういう何かまあね、うん、あ普通 の例えば医者の処方箋関係ない、いわゆる普通の薬って、ね、薬局で買う、はい、ですわ ね、 ね、の効果買い取りとかね、実は秘密原子って何を秘密すんのやろ、まあ誰が持ってきたかというあなたの名前は出しませんよと例えば、うん、並行輸入で買うとかかな、うん、関係者っていうことでしょうな、これに、だからこれが謎でな、だからこれはもう関係者向きにその横流しできる人に対してしかまあターゲット絞ってないとしか思えないですよね、はい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 、それ以外誰もこれ見てもピンとこないもん、そやな、うん、だからもう分かる人には全部分かるんでしょうね、おお、はいはい、これは一体 何をやってんねやろうなと思って、どの業界がどの業界に向けて訴えてるのか分かりますね、いやだからつまりこの例えばこの何だか薬品って書いてあるんだよね、ここにな、うん、これは買うわけやんか、買うと当然儲けるために売るわけやん、うん、どっかで売るわけやろ、そうですね、だからいろんな業者によってはね、はいはい、その、まあ、病院とかだけじゃなくって、はいはい、いろんな業者によっては例えば危険物とか、はいはい、例えばそのある特定の人には回ってくる薬みたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、例えば生産管理とか、はいはいはい、あるいは例えばこうメッキの時にはいるからとか、はいはい、いうようなことで取り扱える人もいるじゃないですか、はいはい、そういうようそれをまあ事件的にね横流したりしてる人も過去いるじゃないですか、はいはい、だからそういうものをちょっとこう何か念頭に置いてるようにとしか思えないんですね、思えないね、まあ、こんなんでリスナー例えばまあね、医療関係とか薬品関係におられて、うん、ちゃいますねこんなことですね実はって言うてくれたらスッとしますけど、ね、スッとわかるけど、うん、ものすごい俺の頭の片隅にあって、うん、まだ乗ってるから成り立ってる商売なやと思って、うん、でも電話してもね、ね、電話して何売りたいの、何こんなん売っていいんですかねと聞くっていうのもな、ね、それはね多分バカン切られると思うわ、もうこれでわかる人しかもう言してないと思う、ねえそんなんね、うん、いやそ う,、ね、そうそうバイアゴラ予算持ってますねけど売りたいんですけど言ってもバーン切られるでしょうね多分、うんうん、そんなんじゃないんやっていう世界でしょうね多分でしょうね、バイアゴラって別に輸入屋さん行ったら何ぼでも売ってますからね、だからバイアゴラ買いますと書けますからね、そうやんな、うん、バイアゴラ売ります買いますバイアゴラっていうのを打ちますよね、ED、打ちますね、はい、ファイザーの ED を書きますもんね、不思議ですよねこれ、そうですね、まあ、分からん、やっぱ分からん、分からない、想像つかないですよね、想像つくとしたらちょっと悪い方にしか想像つかない、いい方っていうのはちょっと想像できないですよね、うん、やっぱりね、うん、なんなんやろなと思ってね、いやいやあの昔のねあのサイキックに来たねあの東大阪の電柱に貼ってあったね、あそうそうそう、腎臓を買いますっていう携帯番号があったかで、あの、うん、
あったじゃないですか、はい、ありましたね、ポスターが、張り紙がね、張り紙が、あれもだからね、僕思うのはこの世の中、はい、社会の窓じゃないですか、まあ、新聞というのは、はいはい、その社会の世の中に開いてる窓の中にね、なんかそういう奇妙なものも時たま入ってんなと思いますね。そうでしょう、まあ、こんなの分かりますよ、あのレジャーコーナーで医療プレイ専門店、うん、分かります、分かる、うん、分かるんですか、これは医療プレイ、レジャー、これレジャーね、レジャーのレジャー、ね、はいはいはい、はい、こんなの分かるでしょ、分かります分かりますね、そうだから、こんなんかだとレジャーなんかで朝7時、うん、人柄間違いなし30歳以上 3P あり、非常に分かりやすいレジャー、分かりやすいね、ですね、はいはい、そうそう、こんなん分かりやすいですよ、美尻攻め顔面騎乗 3P フェチ匂い個性派美女の館、分かりやすいじゃないですか、ね、もう詰め込める単語が全部入れたみたいな、入れてますよね、そうそうそう、はい、こんなんはものすごく分かりやすいですよ、うん、それに比べたらこれが一番分かりにくいかな、個性派なんや美女は、うん、個性派美女にちょっと僕はね、はい、どうなんだろう、ちょっと惹かれるというか、うん、惹かれるというか、ね、ちょっとそれどういう意味かなって、ね、はいはい、何が来ても個性派って言われたらね、そうそうそう、なるほどなって言うしかないじゃないですか、ファンタジーファイトみたいなもんでね、そう言われたらそうかな、でもこれさっき顔面騎乗で読みましたけど、うん、顔面騎乗って書いてませんかね、眼騎って書いてますけど、ね、もう略してんだ、専門用語、カツシンみたいなもん、ビジリゼベ眼器ですよ、眼器ね、もうそれで分かる、だから美しい詩は全て顔面騎乗ってことですからね、はい、ビジリゼベ眼器、新聞広告ですから短いから短くしないとね、お金かかりますからね、眼器、眼器ね、顔面騎乗眼器って言うんだ、略してますよ、眼器、眼器 3P フェチ匂い、個性派美女ですか、まあもうそこおるいいですよね、やっぱり並べ方も考えるでしょうね、そうですね、まず何から行こうかなみたいなね、だからまず尻から引っ掛けとこうっていうね、なるほど、元気ね、元気ね、元気っていうのはちょっと基本だよな、いいですね、元気、元気、もう元気は当たり前なんですよ、うん、元気あるのそっちみたいなね、そうそうそう、なるほど、ね、だって当然でしょそれは、うん、みたいな、そうないの、逆アップがまたれるぐらいの客からね、そうそうそう、ナンバーのマットプレートないのないのなるほどそれと同じですよね、同じでしょうね、あ、はい、でも今あれですよね、あのわざわざ新聞とか見たら取り込み先とか流行ってますね、今ね、今めちゃくちゃ流行ってますね、あ、多いっすね、多いね、取り込み詐欺系の犯罪多いね、やっぱりね、はい、あと約束手形の犯罪とかもめちゃくちゃ意外と新聞載ってないけどむちゃくちゃ多いらしいですね、うん、今はもうだからもうこの不況だからね、何でもかんでもそうなってるんちゃいます、うん、そうやね、うん、だからもうあの着払いとかでもそうでしょ、うん、それとうとうヤフーもあれですもんね、あんまり怪しい口座は公開しますっていう、そう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 、全く品物送られてこないとかいうね、うん、口座名をもう出すもんね、うん、なんかあれね、立ち悪いよねやっぱり、あー、うん、オークションオークションね、うん、まあ真面目にやってる人が大多数なんですけども、うん、やっぱりね一部ね、いやいややるでしょう、なんか一郎のなんか売りますとか言うてね、1500万ぐらい稼いだ、あー人がいるじゃないですか、サングラスかなんか売ります、あ、一郎モデルのサングラスでしょ、はい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 、うん、あんなんとかね、まあ、捕まってましたけどね、その人はね、うん、いや、まああんまり派手に大々的にやるとね、うん、最近のは今度新聞見てもあなたの背中に霊がついてますって言ってね、そうやね、はい、未だにあん出てくるんだよね、うん、またお金出すのよね、いやね、あれね、巧妙なのよ、で本当にね、僕らそんなこと言われても絶対出さんという自信はありますけど、はいはい、でもね、やり方聞いてるとね、あ、これ出す人もいるかなっていうぐらいね、詰め込み方がうまいのよ、はい、ああ、だいぶ弱ってるから余計に、そうそう、弱ってる時にね、なんか弱ってることないですか最近みたいなね、はいはいはい、だから思い当たることあるじゃないですか、まあ誰でもね、そこにゴーンつけ込んでくるから、あ、うん、いや、それはね、女の子と喋ってね、そういうこともちょっと冗談半分でね、ちょっと最近振られたんちゃうってまあ適当に言うじゃないですか、はいはいはい、でもね、え、なんでわかるんっていう時の目がね、本気なんですよ。そうやんな。本気本気。それはね、もう、なんか、ちょっとした、こう、うん、マジックというか、仕掛けに引っ掛けたら、相手一発で信じますよ、これ。そうやんな。その時のその状況によったらね。で、そういうのを勉強してるわけだから、はいはい、それやる人は。あ、で、あれ、やり方ってマニュアルがあるんですよ。はいはい、こういうはこうなるみたいなね。はいはいはい、で、昔からその学術的にそういうのは、勉強みんなして、成り立ってるのよ。はい、ああ、そうやんな。こういう時はいいというのが。そうやね、挨拶の時はこういうべきとかあるんじゃない、マニュアルが、冠婚葬祭の、はいはいはい、あれと同じで、人を怖がらす時にはこういうとかね、はいはいはい、信じさす時にはこういうとか言い方があるんですよ、でも今だにまだそんなね、街角行ってね、あなたに霊が取り付けますね、金出してまう人もおるっちゅうのがね、うん、ですよ、はいはい、これがまたなぁ、と思いますよね、ここのところいろんなところでね、摘発されてますから ね、やっぱでも額聞いたらやっぱ何十億っていう額やんか、うん、すごいなぁとね、思います、本当に、
ねえ、やっぱそれだけ騙されるやられんなーとか多いというか、まあそんだけねお金そういうのに限ってなけなしの金やってするわけじゃないですか。そう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 、それが厳しいっすよ。でも例えばさっきのね、売買の薬なんか僕ら分からへん世界やけど、ディスカウントショップなんか売ってるね、なんかわけのわからん水とかあるじゃないですか、あんなんで取り込み先で取られたやつも分かりませんかね、確認してませんかね、もううん、あれ一時売るときに例えば買ってくれ言われたら、え、よ買ってあげるよってどこのメーカーの水やわからん水がよう売ってるからありません、ディスカッションでバーン固めて、あんなのも取り込み先で取られてるとこ結構あるんですよね、はい、テレビで見てましたら、そうそうそう、まあまあ引き流れ的な感じで安く叩いてるもんなんかな、例えば九州がどこかで水開発して売れてたのを、お家で発注するから言うて、なんか手形が送っといて、実はもうドローンしてしまうとかね。それをもうディスカウントショップにガーッとさばいてしまう。流すとかね。それやってますよ、意外と。はいはい、はい。でも持ってきた方も、誰からもうだか知らんもんって、売りに来よったんやっていう世界ですかね、ディスカウントショップのおっちゃん。そうね。まあ、善意の第三者から関係ある。俺に罪ないやろっていう。関係ない。関係ないですからね、善意の第三者。知らんもん、うち、買ってくれ言われたら買っただけのことやもん。お金も払ってるしと。そうそう。どこが悪いの？うちはショート利益成立してんねんからっていう世界。はいはいはい、はい、まあ、こういうふうにできてますからね、そんなんもね、まあ今に気付けないとね、至る所に見たらお金持ってる人持ってんねやろうけど、こんなとこで使ってまうねやみたいなね。いやでもあれやね、東京の丸ビル、できてんやん今、東京の丸ビル、銀座、はいはい、の新しい丸の内の丸ビル、あそこの最上階なんか、もうあそこに最上階のフランス料理1回イタリアレストランみたいな、いやありますあります、もう2年ぐらいじゃないですか、ね、そう予約ピターッと待ってるらしいね。待ってますね。はい。2年ぐらい待ってるようだな。すごいで。どっかフランスからシェフ呼んでんでしょ？そうそう。すごいさ、2年ぐらいも予約待ってる。丸の内のすぐ、丸ビルの上のレストランがものすごく流行ってて、で、その横に、あれできたじゃないですか、フォーシーズン。はいはい。フォーシーズン丸の内。はい。ここもなんかすごい人気ある。はい、はい。見たらもうなんか5万ぐらいすんだよ、一泊。5万ぐらいすんですよ。すごいな。で、そこの、ね。丸の内って5万やねん。でこうフランス料理とかまあみんな行くやんか、はい、田原町さんが行ったらしいのよ、そこなんかの、ま、マスコミ関係のなんかで、はいはい、でどうでしたって聞いたら、はい、味とかはまあ普通ねって言ってた、そうやろ、でもなんかみんなね、ありがたがってるらしいよ、なんか雰囲気で行っちゃうみたいな、いやでもそこでさ、まあ普通ねって言える人がすごいんですけどね、実はね。でも案外厨房のネタそんな鍋つこてるかもしれない。すごいな。何でも。まあ、どんなね、アイデアをってたら鍋見てるだけ。出たらこうちゃんとソースもね。きちっとこの鍋で。この鍋がうましてくれるから。この鍋がうまくしてくれる。3時間ぐらい卵ボーッしてるから。ぼちぼちかね。いや、客が予約した時間から逆再生するので、材料入れて。ただのソースだけだったんですよ。はいはいはい。天下のカップと天下のハットかぶって客が来たらコップのコップのやつね、でも普段は天下のハットこの答えるダンディがみたいな、お前はというやつで、そうそう、全部材料もハンドナイフでハンドナイフで分かれへんよ日本人、サバイバルナイフでこうバー調理してね、調理してね、こっちの方がうまみ出んねん、いやいやいや、いやほんまでもそうありがたがってんねん、もういやでもなんか言うてました、そうなんか言うてました、行った人がみんな寄ってね、ようこんだけね料理人が来てね、もう新たな料理を食べるのは最高です、我々はみたいな、大惨事を料理人に言いながら食べてるんで、変な感じだな、いや楽しいんでしょ、やっぱそれだけお金持ってはる人はいるんですよ、だからね銀座とかでも、本当にそのブランドものの店ばっかりバーンできてるじゃないですか、はいはい、もう本当に何軒も連なって、でそこ流行ったりしてるじゃないですか、はいはい、だからその小泉総理がなんか不況なんて不況なんだみたいなね言い方するわけよ、はいはい、でも実際不況やん、不況、だっていわゆるルイ・ヴィトン、ヘネシー、モエ・シャンドン、グループ、はい、モエ・シャンドン、ヘネシーか、はい、グループ、この間売り上げ発表してたじゃないですか、はいはい、何千億でしたよね、確かね、はいはい、年間の売り上げ、はい、そのうちの3割が日本やったんですからね、ルイ・ヴィトンね、すごいね、はいはい、ルイ・ヴィトン、ヘネシー、モエ・シャンドン、なんたらグループで、ね、もう合併して合併してわけわからなくなってますけど、はいはいはい、30% 日本なんですよ、あでそれ何十億かなって言ったら何百億なんですよ、でしょうね、1年間に、だそんだけルイ・ヴィトンマニアがおるわけですよね、そうシャンパンとかいろいろですよ、いろいろ合わせ全部合わせて、全部合わせてね、怖いなこれ、はい、で本社自社ビルバンバン東京に立ってるじゃないですか、はい、やっぱお金持ってる人はそれをね行くんやなと、行くんやなと思いますよね、だからもうだからいやある種でもそういう意味で言うたら末期的なんかもしれませんけどね、そうですね、両極端だもんね、いやだからもうね歴史から学ぶとすれば、もうある種の快楽主義切断主義、はいはいはい、かもしれませんで、だって言うても丸の内のあそこのね最上階でねわーわー言ってるのね、ほとんどサラリーマンなんですよ、
そうでしょ、うん、うん、サラリーマンそんなに今ね、そうやね、うん、だまあ大正末期とかのね、はい、やっぱりこうな享楽主義みたいなのがあったじゃないですか、あ、まあある種の絵じゃないかっていうようなね、でそこからこう、まあ、ええやんけというね、うん、でエログロナンセンスが流行って、はい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 、でそこからこう徐々にこう暗黒時代ね、戦争の時代入っていくわけですけど、はい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 、そことちょっとやっぱ雰囲気がね似てるんちゃうかなとね、うん、思いながら、僕ね最近ね、あの日本の大金持ちのお金の使い方で一番気になってるのは宇多田ヒカルさんですわ、はい、はあはあ、旦那、はい、映画撮りますな、キャシャーン、ほらほらほら、キャシャーン、心臓人間キャシャーンっすよ、え、キャシャーン撮るの、キャシャーン撮るの、ほんでね、何をびっくりしたかって僕ら本当にびっくりしたんだけど、うん、マニアックだったらね、はい、ハリケーンポリマー取りなさいと、はいはい、ハリケーンポリマーの方が実写映画になりやすい、はいはいはい、でもしねそうじゃないってなったらガッチャマンを取りなさい、ああガッチャマンね、はい、わかります、どっちかでしょうと、はいはい、なんでそのキャシャーンを、キャシャーンなんやと、うん、はい、なぜって思うわけよ、歌の旦那が監督ですよ、ほんでね、はい、もう一つ思ったのはね、うん、僕なりに考えたのはね、はい、あ、旦那こいつマニアやなと思ったわけ、はいはい、ね、だマニアですやん、キャシャーンやるって、めちゃくちゃマニア、オタクですやん、キャシャーンがやるのは誰がやるんですよ、そうやな、ね、そこに行ってるというのはものすごいマニアですよ、はい、ということは宇多田ヒカルさんに対してもマニア視線で見てるはずなんですよ、ああ、うん、はい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 、自分の嫁がね、はい、宇多田ヒカルのマニアなんですよ、ああはい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 、ね、あ、ちょっと衝撃でしたよね、衝撃ですよ、しかもキャシャーン実写で撮るんですよ、実写で撮るんですよ、実写で撮るんですよ、アニメじゃないんですよ、実写で撮って当たれへんのんじゃ、アメリカで撮るらしいのよ、キャシャーンを、キャシャーン、でこれはね、松竹映画のプロデューサーがね、はい、世界観に私は乗りましたって言ってんだけど、はい、いや世界観じゃなくってこの旦那の九州のね、はいはい、大金持ちの、ここがやっぱりポイント高い、それとやっぱ宇多田ヒカルということで、あでしょう、それは、うん、ただのオタクちゃうの、いやだって竹内さんがキャシャーン映画しませんかって持って行ったらえらいことになりますよ、ね、何考えてんねやと、うん、ひょっとしたら竹内さん恐ろしく金を持ったオタクじゃないんですか、いや恐ろしく金を持ったオタクなんですよ、だってキャシャーンやるんだから、はい、これみんなにオタクです私はって宣言したわけです、うん、そうで、昔から作りたかったって言うんですよ、昔からオタクです、大オタク宣言したわけです、ね、大オタク宣言ですよ、はい、これガッチャマンやったらね、またガッチャマンか、まあちょっとなみたいな、まあ、歌があるし、そうそう、ガッチャマンベタやこういうオタクからしたら、うん、歌田の旦那も甘いなとか言うんですよ、オタキングにブロック言われますよ、ね、ね、そうキャシャーンですよ、あでもオタク宣言なんですね、オタク宣言でしょ、うん、だから宇多田ヒカルを嫁にしたオタクなんですよ、ですよ、うん、ということはそのオタクが宇多田ヒカルもらったらどうなるかということはオタクの人はみんなわかるわけですよこういうことを宇多田ヒカルと私はしますみたいなね、ここの産業広告載ってますからねスパイシーな感情とかこの辺どうなんですか、なんでえ元気はどうなんですかね、元気は元気はありでしょうね、まあ、いっぺん鍋に歌田入れてね3時間とかね、何も生まなりますからすごいあれ実写って言った時点で俺はちょっとね、うん、ちょっと引いたね、引いたね、うん、ありゃーみたいな、そんな、そんなお得やったんや、うん、なんですよ、ね、これちょっと注目しましたよね、あれ ねびっくりしました、そうやな、普通はそのであのスポーツ新聞もしゃあないからキャシャーンとはみたいな書いてるけど、うん、普通なだから、ね、キャシャーンが大きく出ないのよ、あー、宇多田ヒカルの旦那、宇多田旦那が大きく出るね、映画を撮ると、はい、エイトマンのこと思い出したもん、思わず申し訳ないけど東京ドーム大動きしましたからね悪いけどね、いやこれもほんま、はい、単なる個人的なあれですけど、うん、ちょっとなあ、はい、ね、この番組はツイートアウトダーのオンラインショップナチュラムがお送りしました、いやでもそう考えるとほんまに怖いやつですね、うん、そうですね、だからすごい注目してるんですよ、キャシャーンできたか、うん、みたいな、いやキャシャーンをやりたがってる人とね、はい、一緒になったか宇多田ヒカルさんみたいなねそっちどんどん走ったそれもし分かってたら止めたのにね、かなりなんでしょ、ね、かなりですよ、キャシャーンなんか、キャシャーンをね、竹内さんが現像車力持ってても殴られます、殴られますよ、もちろん何を言うとんねん君みたいなキャシャーンって何や君って言われます、うん、キャシャーン映画化しませんかって言われたらまず 100% 断られますね、ああ、宇多田の旦那やから、うん、実家金持ちやから通ったんでしょうね、うん、いうことですよね、はい、ということでございまして、はい、つかみましたか、つかみましたね、本質つかみましたか、はい、ま、今から飲みって話しましょう、お相手は北野誠と竹内由子と板垣宏と平野紀明でした、あ、それから明日バナナホール楽しんでください、お願いします、
そうそうそう。ということでしょ。そうやんな。訴訟でね、勝利を得たのに、はいはいはい、水野さん横におったら、また再燃か、みたいなね。そうやね。はい、一緒にお風呂入りたいね、とか言ってたら、もうそれ余計ややこしいからね。ややこしいよね。戸田さんでいいじゃん。っていうんだけど、うん、でも叩かれんねんな。なんか出過ぎてるみたいなね。まあ、ね、あるでしょうね。あるんでしょうね。だから、007、やっぱ戸田夏子、最後に、どうやああいう感じで出るんですけどね。だからもう、浜村さんも、やっぱり戸田夏子やね。実績がもの言うね、この世界は、みたいなね。あれでしょうね。ちょっと声持ってる。いやいや、面白い。違う方向や。違う方向へ持っていってるのに。いやいや、いやいや、ひでやき、ここはもう宣戦布告しとけよ。全然動くしとかんと、ね、まあね、こういう世界はね、はいはい、やっぱりこう王者がいる以上は、はい、それをまくらない限り王者になれませんからね。そう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 、マジな話。でももう、まあ、言うても大阪では浜村淳さん、映画に関しては浜村さんのね、うん、もう独裁ですからね、はっきり言って。誰もその牙城を近づいたやついませんから。あの、言うたらね、僕は中学の頃から、はい、あの、浜村さんが昼にやったラジオの、はいはい、映画のそういう評論みたいなの聞いて、はい、感動してた人間だから。そうでしょ。うちの親なんかもう映画いかんでいいと、本当にマジで。そう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 、浜村さんの方が面白いっていうぐらいのことをその頃からやってんだから。でも浜村さんの、あの、言うてた映画の解説を聞いて映画行ったら、浜村さんの方が面白かった人多いねんから、うん、浜村さんの場合はもう講談ですからね、うん、あれは、はっきり言うと映画講談なんですよ。中学ぐらいの頃からやってるんですよ、僕が。そうでしょ。だからもう30年はやってますよ。誰も画像揺らしてないもん。そうそう、監督以外編集権はないって言うてるけど、あの人編集するからね。そうそうそう、うん、映画を。そうなんですよ、日本には編集権持ってる人いるんですよね、浜、村淳という。淳バージョンが存在しますからね。淳バージョンあるんですよ、そうそう、あのディレクターズカットならぬが浜村ズカットがあるんですよ。そうそう、あるよ。こんな映画やったっけと思う時あるもんね、たまにね。必要ないところは全部切ってますからね、うん、そうやねん、そうやねん。あの、面白いように言うたはりますからね、やっぱり自分なりにちゃんと、うん、こう言うた方が語りとして面白い、面白いっていうところで、多分皆さんがこの映画に興味を持つっていうところで、自分なりのこの編集してありますからね。まあね、まあ、でも時々ものすごく大事なところ落とすけどね、そこは落としたかやろみたいな。はい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 、はい、いやー、まあ、そこはでも浜村さんのあんまお気に入りのないところがありますから。そうか、秀明もとうとう牙城を揺らすようになったわけやな。いやいや、本当にね、うん、これはいや、秀明今のうち宣戦布告しとけ、宣戦布告。そうそう、面白いですよ、面白い、ね、だって言うてもありがとう、浜村淳ってまだレーティングお前まだ5とか取ってねえで、うちアシドとうち足してもそんなもんな、ヘルクスパリにもなるよ、そいつ合わせても。そうそうそう、もうね、モンスターだから、やっぱり我々がね、やっぱりこう徒党組んで戦って挑まないと負けますって、うん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 、ここは一つね。だからさ、徒党組んで言ってますけど、役立たん徒党ですよ、これ。足引っ張るかもしれませんけどね。あの、敵に回すとっとしてけど、めけちゃいけない、役立たないことがあります、ね、ありますからね。一番嫌なタイプですよね。嫌なタイプですよね、本当に。そう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 、うん、でもやっぱりでも浜村さんが前に来たというのはちょっと衝撃的な出来事ですね。でもね、今の話聞いててね、本当にこれ蒸し返すようですけど、何思ったかみたいなね、そういうところまでこだわって鶏肉わけでしょ、はいはいはい、豚肉を、はい、そらうまいやろうと。そらうまいわな、うん、でそれなんぼすんねんって世界ですやん。でしょ。そこはね、やっぱりね、いや、だからな、この間俺、うん、テレ朝のとこまで、松坂まで、松坂肉見に行ったやん、はい、牛を、あの5000万落札されたやつがあんねん、最高値をこの間取って、うんうん、まあまあ業者さんはまあ当然あのね、この高級病の BSE とかがあったから、はい、もうちょっと景気でバーンとみんなで盛り上げなあかんねん意味で、うん、はい、まあ祝い価格で5000万出したはってんけど、うん、はい、5000万の牛育った生産農家の子行ったら、もう普通のおじいちゃんやね、うん、でまああの家族でやってるから、俺もうごっつい牛小屋があると思ったんや、はい、まあ、5、60頭は最低おんねんよなと思ったら、7頭ぐらいしかおれへんね、うん、あ、はい、狭いねん、うん、普通 の、 あの民家の1階ぶち抜いただけのようなもんや、平屋の狭いねん、7頭しかおれへんねん、はい、うん、ここにおったんですか、5000万の牛があって、そうやー言って、うん、で5000万になると思いました、いやいや、まあ普通で考えたら300万とか400万や、はい、まさか牛で3年間ちゃんとあの言うたら田島から買ってきて、目牛で1回もね妊娠をさせてない、はい、1回もね、まあ、あの大人になりきってない、うん、言うたらおぼこの牛を普通なら2年のところを3年育てる、はい、うん、特別な資料とかあるんでしょ、いやいつもの昔からの資料をそのまま買いばっかはして、うん、ああ、ほうほう、なんで5000万になったんでしょうかね、たまたまやな。あ、そんなもんなんや、たまたまや言ってましたわ、あ、たままあその時は景気払いも景気の付けもあってんけど、でもそれがこの400万の牛と5000万つって牛と何がちゃうねんだって、まあ血統はあるのよ、はいはい、明らかにその田島さんの黒毛和牛の血統をちゃんと血統書もあって、うん、この美紋っていう花のもんも押してあってってあんねんけど、はい、まあたまたまやな、まあ、ね、そないに牛をなんか、ね、販路で調教するわけでもないですよ、はい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 、狭いとこで3年間飼料を壊して、ただね、水はいるって言ってたな、
うん、ああ、いい水がいるんや。いい水がいるんや。なるほど、なるほど。こっちは多分水がうまいからええねんって言ったな。あの、いわゆる地下水が。はい、なるほどね。うん、言ってました。でも、せやから言うてな、どやねんってことあんねんて。本人でもわからんねんて。うん。そやから貝原雄山が偉そうにな、いろいろ言うけど、うん、たまたまかもしれへん、陸に関しては。まあ、もちろんそうだよね。うん。それはそうでしょ。でしょ。うん。確かにこの定義はあるっていうのはあるけどね。うん。うん。それはあるよな。でもやっぱり牛の世界も血統や言ってましたね、うまいのは。だからね、なんかすき焼きがこんな肉の食い方一番まずいって貝原雄山とか四郎とか言うじゃないですか。あ、言うね。あれ言うやろ、ね、言うてね、甘ったるい声やられてて、うん。でもすき焼き美味しいやん。美味しい。んで、しゃぶしゃぶも今のしゃぶしゃぶのやり方ダメだとか言うて、はいはい、で、四郎が開発したのがさ、はい、なんかしゃぶしゃぶとすき焼きのなんか間の料理で、しゃぶすき。しゃぶすき。はいはいはい。しゃぶすき。しゃぶすきって。なんかもうそれな。何人でも。シャブスキーって別のなんか連想食べたら元気になるぐらいのね。今日はじゃあシャブスキーやろうかって、シャブスキーってって言われるよな。そんだったらチャンネル変えようみたいなもんでしょ。そうやねんな。うん、はい、あれどうやねんよね。あの例えば身代わりになってもらう役者の方は残念やと思いながら、うん、後のやつの評判が良かった人はムカつくねんよな。やっぱりムカつくし、取られたって気になるだろうね。ああ、はあはあはあ、あのでもまあ藤岡弘さんなんかもそうですけども、はいはい、怪我で交代っていうのはまあ致し方ないっていうのがあるけども、はい、なんかちょっとこいつってプロデューサーからね、あかんなと思って途中交代みたいにさせられた人はたまらんでしょうな。ああ、まあ怪我ならね、うん、また致し方ないっていう面もあるけど、でも江口洋介なんかあの時なんかね、あの骨折した時にマッチに変わって手術がちょっと取れなかった、うん、やっぱり江口洋介でなくっちゃということを、うん、まあ病院で入院しながら器具さ、うん、こう巻きながらね、うん、やっぱり俺でしょっていうのは思ったやろな。そうですよね。だからそれは気になったでしょうね。視聴率表とか。はいはいはい。ベッドで。まあ取り寄せてね。取り寄せてね。ファックスかなんかで。うん、まあ 10% ぐらいしかなかったら、やっぱ俺じゃなかったらねって。誰に言うとこもなくね。逆に言うとこう、誰に言うことなくね。うん。朝はちょっとなんかこう、看護師さん見上げて体温計測るときも、うん、やっぱりね、俺でなくっちゃねみたいなこと言うやろ、言うやろね。うん。うん。マッチには悪いことしたなみたいな、ね。あ、そうそう。軽く言うやろね、ちょっと笑い顔でね。そうそうそう、誰にも電話してないけどマッチに電話してるふりしてごめんねって書いてましたよ。嫌なやつ。はい、ということでございまして、はい、ということで久しぶりに秀明先生が、はい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 、どうもどうもどうもやってまいりました。こんばんはということで、ねね、いやいや、なんかああいう代役とかね、はい、まあそんな予定うちにあのカールスムキ石井達也さんも、うん、離婚しましたね。そうですね、スチュワーデスとね、ね、うん、全然人に見せませんでしたね結局は。ああそうですね、ね、7年間の愛の間になんか全然あの、うん、表立って見せなかったでしょ。だって結婚式の写真の、うん、すらウェディングドレスの後ろからでしたかね、ナイトさん。そうなんですよね、えなってますよ本当にね、ね、え見せないまま、見せないままね、離婚してましたね。謎のまま終わってしまいましたね我々からしたら、うん、はい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 、ね、え見たかったな。うん、一度ぐらい見たかったですけどね。うん、おお、見せないまま、うん、彫刻ばっかり見せて。そうそうそう。いやでもペットショップ行ったらおるんでしょ。ペットショップにもやってるんですよね。 いるんですか。店長じゃなくてオーナーだったんじゃないですか。オーナーやからあんまりやれちゃうかな。オーナー店長かな。オーナーってたまに顔出すでしょ。たまに出すやろね。ロマンヒコかけながら、うん、そう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 。ロマン飛行で出てきますね。元全日空の手話でしたやし。なるほど、そういうことね。そうそうそう、ロマン飛行基本でしょ、やっぱり、ね、登場するときは、だからオーナーとしてもし出てくるときは、はい、ロマン飛行をまず店内に流してから、流してからね、そう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 、あ来たみたいな、来たみたいな。それ基本ですよね。基本ですよね。みんなピシッとしますみたいな。だんだんこうあんとね。そうそうそう、全日空は今なライドオンタイムやからな、あちょっと BG 変えてるかもしれんな。あれ店長、あいつもロマン飛行はもうあれ終わったのよ。終わったのよ。やっぱりここは、ライドオンタイムで。ライドオンタイム。ああそれ気悪いな、カールスモーキーね、飛び木玉ね。っていう世界でしょうね、多分。でしょうね。バイアグラって別に輸入屋さん行ったら何ぼでも売ってますからね、だからバイアグラ買いますって書けますからね。そうやんな、うん。バイアグラ売ります、買います、バイアグラっていうのを打ちますよね、ED。打ちますね。はい。ファイザーの ED を書きますもんね。不思議ですよね、これ。そうですね。わからん、やっぱわからん。わからない。想像つかないですよね。想像つくとしたら、ちょっと悪い方にしか想像つかない。いい方っていうのは、ちょっと想像できないですよね、やっぱりね。あんなんやろなぁと思ってね。いやいや、あの、昔のね、あの、サイキックに来たね、あの、東大阪の電柱に貼ってあったね、そうそうそう、腎臓を買いますっていう携帯番号があったか、で、ね、あの、あったじゃないですか。はい、ありましたね。ポスターが。張り紙がね。張り紙が。あれも、。だからね、僕思うのは、この世の中、はい、社会の窓じゃないですか、まあ、新聞というのは、はいはい。その社会の世の中に開いてる窓の中にね、
なんかそういう奇妙なものも時たま入ってんなと思いますね。そうでしょ、うん、まあ、こんなん分かりますよ。あのレジャーコーナーで医療プレイ専門店、うん、まあ、分かりますか、ね、分かるんですか、俺は医療プレイレジャー、これレジャーね、レジャーのレジャーのね、はいはいはい、はい、こんなんは分かるでしょ、分かります分かりますね。そうだからこんなんだとレジャーなんかで朝7時、うん、人柄間違いなし30歳以上 3P あり、非常に分かりやすいレジャー、分かりやすいね、ですね、はいはい、そうそう、こんなん分かりやすいですよ、美尻攻め顔面騎乗 3P フェチ匂い個性派美女の館、分かりやすいじゃないですか、もう詰め込める単語は全部入れたみたいな、入れてますよね、そうそうそう、はい、こんなんはものすごく分かりやすいですよ、うん、それに比べたらこれが一番分かりにくいかな、個性派なんや美女は、うん、個性派美女にちょっと僕はね、はい、どうなんだろう、ちょっと惹かれるというか引っかかるというか、うん、ね、ちょっとそれどういう意味かなみたいなね、何が来ても個性派って言われたらね、そうそうそう、なるほどなって言うしかないじゃないですか、ファンタジーファイトみたいなもんでね、そう言われたらそうかなでもこれさっき顔面記事で読みましたけど、うん、顔面記事って書いてませんかね、顔記って書いてますけど、ね、もう略してんだ、専門用語、カツシンみたいなもん、ビジリゼベ元気ですよ、元気ね、もうそれで分かる、だから美しい詩は全て顔面騎乗ってことですかね、はい、ビジリゼベ元気、新聞広告ですから短いですから、短くしないとね、お金かかりますからね、元気、元気ね、顔面騎乗元気って言うんだ、略してますよ、元気、元気 3P フェチ匂い、個性は美女ですか、まあもうそこおるいいですよね、やっぱ並べ方も考えるでしょうね、そうですね、まず何から行こうかなみたいなね、だからまず尻から引っ掛けとこうっていう、ね、なるほど、うん、元気ね、元気、元気ね、元気ってのはちょっと基本だよな、いいですね、元気、元気、もう元気は当たり前なんですよ、うん、ああ、元気あるのそっちみたいなね。そうそうそう。なるほど、ね。だって当然でしょ、それは。みたいな。そう。ないの？逆アップかまたれるぐらいの客からね。そうそうそう。ナンバーのマットプレートも。ないの？ないの？なるほどな。それと同じですよね。同じでしょうね。ああ、はい。でも今あれですよね、わざわざシムダみたいな取り込み先とか流行ってますね。今ってますね。今めちゃくちゃ流行ってますね。そういう犯罪がね。ちゃんとかね、うん、もうちょっとこうなんか色っぽく言うてよとか思うじゃないですか、いやもう、まあ、いいんだけどとか、持って帰ってまた企画にかけますわとかっていうようなこと言わないのよ、もう面談即決みたいな感じ、大佐君20個持ってきますよ、いけそうな2つだけとか、これとこれいただきますみたいな、ね、あとはもういりませんから、はいはいはい、それ話し合う余地はないです、はい、なるほどっていうラインナップだけでも、うん、もうそれだけで決めてしまうところなんですよ、まあそんな休暇が鋭いわけでしょうね、その鋭いしね、でその社長の源城さんがね、うん、あの北野真子さんにはちょっとちゃんと言っといてくれっていう指示が出てるんですよ、うん、でやっぱりその北野さんのラジオで言ってもらうと本が売れたりするからということで、はい、まあ、あの TBS ラジオやった時も要源城さんの本とかやったら結構動いたんですよね、最近、はいはい、結構本買ってくれるんで、うん、皆さんがあの、まあ、社長がね、まあそういうような、まあ言うても本売れない時代ですからね、はい、そうなんですよ、だからそういう部分ではね、うん、まあ言うてもらったらあの売れるから言ってちゃんとしててくれるのもあるみたいですけどもね、はい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 、なかなか売れませんからね、もう本今でも出版本当不況なんですよ、あでも潰れましたよね、どっかあの何でしたかね、主婦と、主婦の友友社ね、田島ミルクさんやね、はいはいはい、はい、書いておられるとこですけどもね、はいはいはい、はいはいはい、主婦と生活は頑張ってますよ、頑張ってますけどね、まあ、ね僕いろいろやらせてもらってますけど、そう、そういえばここに来てますけどね、あのビッコミックスピリッツのね、うん、あの美味しんぼが全然なかなか今勝手になんか救済してますもんね、再開予告もないですね、ないらしいですね、はいはいはい、はい、なんかあったんでしょうかね、うん、うん、はい、はい、だからこのね、おいしいものにちなんだ豪華食材プレゼントがあったんですがというのがね、ペンネームスカタンさんがもらいましたが、その4号後にはプレゼント内容と作者は無関係ですというお詫びと訂正文が載ったから、なんか揉めたんかもしれませんね、なんか揉めてますね、出版社と作者の刈谷哲さんと、うん、なんで勝手にするんだプレゼント、そう、しかも俺はこれを認めてないよということで、うん、揉めたんかもしれませんね、なるほど、うん、その訂正というかお答えが出たということはなんかありえますよね、ありえますよね、あったね、なんかね、訂正文があったことは狩谷哲さんのなんか激励に触れたでしょうね、まあ一平あのね、あのおいしいもんではあのスーパードライの時にかなり、はい、ビールで一遍大大揉めしてるんですよね、ちょっと揉めてるんですよね、はいはい、うん、あビールね、はい、あこういう作り方ではダメだってのが書いてましたね、そうそう、スーパードライ云々とかね、うん、その辺のことをちょっとあの書いたんで、
実はちょっとそっちの方からクレームが来たことがあって、まあ、だからドイツにはこうビールの法律があるんだと、ビールはこうして作らないとビールじゃないんだ、うん、みたいなので、翻って日本のビールはみたいなことやっちゃったんですよ。でもね、うん、僕個人的に言わせてもらったらね、はい、ドイツとかの地ビールとかよりもね、日本のビールが好きなんですよ、はい、向こうの地ビールってちょっとコクがありすぎて、はいはい、飲みづらいんですよ、はいはい、なんか喉越しが弱いっていうかありますからね、でだから日本の K ビールとか A ビールとかいうのは、はいはい、プロレスラーでも外人の日本に来たらビール楽しみや、そうそう、焼肉とビールは最高らしいですからね、生ビール特に好きらしいですからね。しかもね、最近本当に日本の肉もね、はい、外人はものすごい好むようになって、あ、好む好む、昔はあんなあかんって言ってたじゃない、やばカットならぬが浜村ずカットがあるんですよ、そうそう、はい、あるよこんな映画やったっけと思う時あるもんね、たまにね、必要ないところは全部切ってますからね、うん、そうやねん、そうやねん、面白いように言うたはりますからね、やっぱり自分なりにちゃんとこう言うた方が語りとして面白い、面白いっていうところで、多分皆さんがこの映画に興味を持つっていうところで自分なりのこの編集してありますからね、まあ、でも時々ものすごく大事なとこ落とすけどね、そこは落としたかやろみたいな、はい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 、はい、いやそこは浜野さんのあんまお気に入りのないとこがありますからそうか、秀明もとうとう牙城を揺らすようになったわけやな、本当にね、うん、これはいや秀明今のうち宣戦布告しとけ、宣戦布告、そうそう、面白いですよ、面白い、ね、だって言うてもありがとう浜野潤ってまだレーティングお前まだ5とか取ってねえで、うちアシドとうち足してもそんなもんなヘルクスパリにもなるよ、そいつ合わせてもそうそうそう、もうね、モンスターだから、やっぱり我々がね、やっぱりこう、徒党組んで戦って、挑まないと、負けますって、うん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 、ここは一つね。だからさ、徒党組んで言ってますけど、役立たん徒党ですね、これ。足引っ張るかもしれませんけどね。敵に回そうとしてるけど、めけちゃいけないことではありますからね。ありますからね。一番嫌なタイプですよね。嫌なタイプですよね、本当に。そう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 。でもやっぱりでも、浜村さんが毎日来たというのは、ちょっと衝撃的な出来事ですね。でもね、今の話聞いててね、本当にこれ、蒸し返すようですけど、何思ったかというとね、うん、この通路前の一番のところに座ってるわけでしょ、浜、うん、村さんがそのスピーカーを着て、はい、でそこにこうなんかね、まあ、みんなが挨拶しに行きますわね、よそ行きの平野くんが立って迎え合うわけでしょ、はい、大事ですよ、これエクソシストバズスと向かい合った時のメリン神父がこう向かい合ってね、映画の関東ちょっとどうする、ね、どっちが悪魔だいやいや、それは僕の口から言えません、ね、いや、例え悪い、例え悪すぎる、いやいや、でも向かい合ったさやっぱり他にない、例えばもう三打大会なのどっちがどっちがわからんくらいのね、大体その時大体キングあのねキングコング対ゴジラでも、はあ、両方海落ちていって決定をつきませんでしたや、うん、そうそうそう、進歩と悪魔って決定をつけますいやでもね、メリンは負けるんですよ、ああ一回ね、うん、カラスは勝つんですけど、はいはい、メリンは僕はそのメリンを浜村さんと、カラスを平野君と思ってるだけなんです、ああ悪魔は悪魔はなんかもうその見えない見えない圧力、見えないところで足を引っ張ろうとしているそう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 、なるほど、誰やろ、はい、誰やろ誰の名前出してもサッタリアル誰の名前出してもサッタリアルいや、じゃあとりあえず水野さんというか便利やな便利やな便利ですね、水野さん、便利ですね、はい、はい、じゃあ1曲いきましょうか、はい、キングクリムゾン、誰も関心ないと思いますけど、実はキングクリムゾンのニューアルバム The Power to Believe はよくできているんです、今日なんか40代以下聴いててもおもろいラジオかもしれんなキングクリムゾンで、Facts of Life、さて、先週の積み立てクイズでございますが、はい、まあまあ、バカなお姉ちゃんがね、はい、不倫、はいはいはい、はい、まあ、シュート生活は頑張ってますよ、頑張ってますけどね、僕いろいろやらせてもらってますけど、そう、そういえばここに来てますけどね、ビッコミックスピリッツのね、うん、美味しんぼが全然なかなか今勝手になんか救済してますもんね、再開予告もないですね、ないらしいですね、はいはいはい、はい、なんかあったんでしょうかね、うん、うん、はい、はい、だからこのね、おいしいものにちなんだ豪華食材プレゼントがあったんですがというのはね、ペンネームスカタンさんがもらいましたが、その4号後にはプレゼント内容と作者は無関係ですというお詫びと訂正文が載ったから、なんか揉めたんかもしれませんね、なんか揉めてますね、出版社と作者の刈谷哲さんと、うん、なんで勝手にするんだプレゼント、そう、しかも俺はこれを認めてないよっていうことで、うん、揉めたんかもしれませんね、なるほど、うん、その訂正というかお答えが出たということはなんかありえますよね、ありえますよね、あったね、なんかね、訂正文があったことは狩谷哲さんのなんか激励に触れたでしょうね、まあ一遍おいしいもではスーパードライの時にかなり、はい、ビールで一遍大大揉めしてるんですよね、ちょっと揉めてるんですよね、はいはい、あ、ビールね、はい、そうそうそう、あ、こういう作り方ではダメだってのが書いてましたね、そうそう、スーパードライ云々とかね、うん、その辺のことをちょっと書いたんで、
実はちょっとそっちの方がクレームが来たことがあって、まあ、だからドイツにはこうビールの法律があるんだと、ビールはこうして作らないとビールじゃないんだ、うん、みたいなので、翻って日本のビールはみたいなことやっちゃったんですよ。いやでもね、うん、僕個人的に言わせてもらったらね、はい、ドイツとかの地ビールとかよりもね、日本のビールが好きなんですよ、はい、向こうの地ビールってちょっとコクがありすぎて、はいはい、飲みづらいんですよ、はいはい、なんか喉越しが弱いっていうかありますからね、でだから日本の K ビールとか A ビールとかいうのは、はいはい、プロレスラーでも外人の日本に来たらビール楽しみや、そうそう、焼肉とビールは最高らしいですからね、生ビール特に好きらしいですからね。しかもね、最近本当に日本の肉もね、はい、外人はものすごい好むようになって、あ、好む好む、昔はあんなあかんって言ってたじゃない、柔らかすぎるとか言ってたけど、はいはい、今もうみんなこれ好んでね、ビールと肉は日本、はいはい、コービーですわ、はい、神戸ビーフ、神戸ビーフ ね、うん、ね、コービーブライアントのコービーですからね、はいはい、そうだからでアメリカでも例えば割とマニアックなニューヨークのね、まあ、特にニューヨーカーと称するですな、ちょっとまあ、はい、ちょっとスノブな人種が、はい、まあ私の友達の旦那ですけど、ちょっとこうやっぱり、いや、まあ、アメリカのビールはダメなんだよみたいなこと言うんですよ、はいはいはい、でニューヨークではね、こういうこう小さいこう造場があって、そういうところでこう丹念に作ってるビールがうまいんだよとかって飲まされるんです、うん、確かに美味しいけど、はいはい、濃いんですよね、濃いでしょ、何杯も飲まれへんねん、はいはいはい、うん、アメリカのあの大手のビールメーカーダメなんだよみたいなことをガー言うて、はい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 、でもなんか俺バドファイザーの方が飲みやすいよね、みんな楽かなみたいな、水代わりにっていうかね、 6.5% ぐらいあるね、いやいや、アルコールもきついからね、はいはい、まあ、沖縄なんか行ったら夏はね軽いからオリオンビール飲みますよ、昼間からガンバンガンバンガンバン飲みますわ、そうそう、だから言うてることは分からんではないし、確かにうまいけど、確かにね、毎日毎日これではなみたいなのがちょっとね、はい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 、あったりするんですけど、うん、はいはいはい、僕も美味しいもん、たださ、僕らさ、いわこのメール来て初めて、あ、そうってきて、目押しで一回もね、妊娠もさせてない、一、はいはい、回もね、まあ、あの大人になりきってない、言うたら、おぼこの牛を、普通なら2年のところを3年育てる、はい、特別な資料とかあるんでしょ、いや、いつもの昔からの資料をそのまま買いばっこはして、うん、ほうほう、なんで5000万になったんでしょうかね、たまたまやな。あ、そんなもんなんや、たまたまや言ってましたわ、あ、たままあその時は景気払いも景気の付けもあってんけど、でもそれがこの400万の牛と5000万つで牛と何がちゃうねんだって、まあ血統はあるのよ、はいはい、明らかにその田島さんの黒毛和牛の血統をちゃんと血統書もあって、この美紋っていう花のもんも押してあってってあんねんけど、はい、まあ、まあ、たまたまやな、ね、そないに牛をなんか、ね、販路で調教するわけでもないですよ、はいはいはい、狭いとこで3年間飼料を壊して、ただね、水はいるって言ってたな、うん、あ、水、いい水がいるんや、いい水がいるんや、なるほど、はい、こっちは多分水がうまいからええねんって言ったな、あのいわゆる地下水が、はいはい、なるほどね、言ってました、でもせやから言うてな、どやねんってことあんねんって、本人でも分からんねんって、うん、そやから貝原雄太が偉そうにないろいろ言うけど、うんうん、たまたまかもしれへん、肉に関しては、まあ、もちろんそうだよね、うん、それはそうでしょ、でしょ、うん、確かにこの定義はあるっていうのはあるけどね、それはあるよな、でもやっぱり牛の世界も血統や言ってましたね、うまいのは、ね、だからね、なんかすき焼きがこんな肉の食い方一番まずいって海馬の油断とか素人とか言うじゃないですか、あ、言うね、あれ言うやろ、ね、言うてね、甘ったるい声やれてて、でもすき焼き美味しいやん、美味しい、でしゃぶしゃぶも今のしゃぶしゃぶのやり方ダメだとか言うて、はいはい、で四郎が開発したのがさ、はい、なんかしゃぶしゃぶとすき焼きのなんか間の料理でしゃぶすき、しゃぶすき、はいはいはい、しゃぶすき、しゃぶすきって、なんかもうそれな、何人でも、しゃぶすきって別のなんか連想、食べたら元気になるぐらいのね、今日はじゃあしゃぶすきやろうかって、しゃぶすきってって言われるよな、それはほんまあるよな、はい、あ、俺も思ってあの時、そこまですき焼きボロクソ言わんでええんちゃうのと、そうそう、すき焼きを食ってるやん、いや、そうそう、美味しいやん、いや、俺は金を食うてるもんをまず否定されるやんか、うん、はいはい、まあ、食ってるもんはすき焼きではないとか言われてからね、はい、ちょっと待って、ロサン人のすき焼きはとか言って、なんかね、作り方書いてんだけどね、いや、僕はそんなんでは食いたくないですと思うんですよ、そうやな、やっぱりあのね、砂糖と醤油でもいいんじゃないですか、醤油でね、でこう卵つけてガーン食いたいじゃないですか、はいはいはい、美味しいじゃん、一切れ目がもう抜群に、パン焼きはもあかんって言われたもんな、うん、肉汁が外へ漏れてしまうんだ、そうそうそう、あ、肉の旨味の一番分かるとこがって言うねんけど、でもね、まさか牛でもまだもうたけどね、あんまりも立派やったらね、霜降りきつすぎてね、濃いで、ちょっと足がね、入りすぎてるんですよね、ちょっとね、わ、好きな人はめちゃめちゃ好きやねんけど、はいはいはい、あんまりにも高かったら逆に差し入りすぎててね、食べたけどね、まあうまいねんよ、うまいねんけど、油しかせえへん、量は食えんよ ね、量食えん、ああもう100グラム食うたらもうええわって思うな、あ、加藤ちゃんさんは知らんかったらしいんだけどね、そりゃそうでしょ、
何遍もあの師匠はブス好きだブス好きだと言ったらしいんですが、その言われてたブスと言われた女優さんは誰でしょうかというのが問題でございま す、ね、はい、はい。郵便番号 530-8012 ABC ラジオ誠の最強青年団、または psy@abc1008.com までです。さて、2月10日に出る僕と青木さんとの本でございますけども、幻冬舎から。そうです。幻冬舎やね、秀明。まだ正直言うの言うといてんな。幻冬舎から本出ることはもっとありがたかれ。そうそうそう、なかなかね、厳しいとこですからね。なかなか出ないですよ、幻冬舎からは出してもらえないですよ。ね、はいはいはい。はいはい、ね。はい。そこから出ます、僕と青木さんの本、覚悟のすすめ。はい。という対談本ですね。そうです。はい、おでますね。はい、いや、本タイトルはちょっと僕まだサブタイトルかな、ね、かもしれません。ね、それも今度はちゃんと発表できると思いますので。もう大丈夫です。2月10日で、はい、今度はって。もうスリに入ってますんで大丈夫です。もう間違いなく2月10日なんで出ますから。はい。はい。幻冬舎から、幻冬舎から出せるってね。ある種の憧れでしたからね。そうですね。この僕、幻冬舎に行ってきたんですが、自社ビルなんですよね。そうやんな。ねえ、なんか商社なビルでね、やってますよ。はい、いい感じのとこで。いい感じですけどね。大きいとこほどやっぱシビアですからね。そうなんですよ。本当にそうなんですよ。一発当てへんかったら、ほんまに社員首飛びますからね、あそこ。ノルマがあるんですよ、きっちり。ね、あなたは年間15冊売れる本出しなさいみたいなね。はいはいはい、はい。そうそう。で何万部以上売りなさいと、うん、でそれでまあ12冊ぐらいやったらちょっとねみたいな。そうそう、はい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 、ノルマをクリアするとボーナスもすごいでかいですけどね。でかいです。はいはい、はい、編集長クラスになると単行本は年間12冊、はい、文庫本を年間24冊、うん、責任持って出しなさいと、うん、しかも売れなかったらダメなの。そうやね、クリアさせんとあかん目標があるわけですね。目標値があるわけですよ、うん、はいはい、はい、ものすごいだからあれですよ、シビアな、シビア、本当に出版業界でもかなりシビアなとこですね。はい、しかも淡々と言いますからね、担当の人が。ああ、できた当たり前だろっていうぐらいの。みたいな部分と、あ、ダメですっていうね。うん、竹谷さんが20個ぐらい企画持ってても、トーンの2つか3つ。3つぐらいですね。はあ、はい。はい。それダメですね、とか。うん。あ、言いませんとかね。もうちょっとこうなんか色っぽく言うてよとか思うじゃないですか。いや、もういいんだけど、とか。持って帰ってまた企画にかけますわ、とか。っていうようなこと言わないのよ。もう面談即決みたいな感じ。タイさんが20個持ってきますから、いけそうな2つだけとは、これとこれいただきますみたいな、ね、あとはもういりませんから、はいはいはい、その話し合う余地はないです、はい、なるほどっていうラインナップだけでも、うん、もうそれだけで決めてしまうところなんですよ。まあそんな休暇が鋭いわけでしょうね、その鋭いしね。でその社長の玄城さんがね、うん、北野真子さんにはちょっとちゃんと言っといてくれっていう指示が出てるんですよ、うん、でやっぱりその北野さんのラジオで言ってもらうと本が売れたりするからということで、はい、あの TBS ラジオやった時も要は玄城さんの本とかやったら結構動いたんですよね。最近結構本買ってありますから、はいはいはい、あそ一番嫌なタイプ、ね、嫌なタイプですよね本当に。そう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 、うん、けどやっぱりでも浜村さんが前に来たああいうのはちょっと衝撃的な出来事ですね。ね、今の話聞いててね、本当にこれ蒸し返すようですけど、何思ったかというとね、うん、この通路前の一番のところに座ってるわけでしょ、うん、浜村さんがそのスピーカーを着て、はい、でそこにこうなんかね、まあみんなが挨拶しに行きますわね、よそ行きの平野くんが立って迎え合うわけでしょ、はい、大事ですよこれ、エクソシストバズスと向かい合った時のメリン神父がこう向かい合ってね、映画の関東ちょっとどうする、どっちが悪魔なんですいやいや、それは僕の口から言えません。いや、例え悪い、例え悪すぎる。いやいや、でも向かい合ったさ、やっぱり他にない、例えばもう三打体がいいなのかもしれない。どっちがどっちがわからんぐらいのね、大体その時大体キングコング対ゴジラでも、はあ、両方海落ちていって決定をつきませんでしたや、うん、そうそうそう、進歩と悪魔って言ってますいやでもね、メリンは負けるんですよ。ああ一回ね、うん、カラスは勝つんですけど、はいはい、メリンは僕はそのメリンを浜村さんと、カラスを平野君と思ってるだけなんです。ああ、悪魔は、悪魔はなんかもうその見えない見えない圧力、見えないところで足を引っ張ろうとしている。そう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 、なるほど、誰やろ、誰やろ、誰の名前出しても刺さるやろ誰の名前出しても刺さるやろ。じゃあとりあえず水野さんと呼んでくれよ。便利やな便利やな、便利ですね、水野さん。便利ですね。はい、はい、じゃあ一曲いきましょうか。はい、キングクリムゾン、誰も関心ないと思いますけど、実はキングクリムゾンのニューアルバム、ザ・パワー・トゥ・ビリーブはよくできているんです。今日なんか40代以下聞いてても怒るぐらいになっちゃうかもしれんな。キングクリムゾンで、ファクト・オブ・ライフ。
さて、先週の積み立てクイズでございますが、はい、まあまあ、バカなお姉ちゃんがね、はい、振り向かなかった俳優はということでございますが、うん、当たった方は岡山市の三宅悦子さんが当たりました。はい、おめでとうございます。2万円をお送りします。今週の問題です、はい、問題です。とあるお笑い芸人、若手お笑い芸人が、うん、ある一座を組んでロケに行きました。ほうほうほう。その時に、まあ、加藤茶さんがですね、はお笑い芸人は遊んでなんぼだよとかって、うん、遊ばれちゃダメだよって言って、うん、で、あのほらさ、あのほら大物のあの人もさって言ってて、うん、遊んでるじゃん、遊んでるんだよって言ってたんですね、うん、そのアコーディオンカーって隔てて、その人と付き合った女性が、うん、いたんだいたんです、それも気にせず加藤茶さんは、あ、でもあの師匠はブス好きだからねってでっかい声で言ったらしいんですけどまあ本人を前にして、本人をアコーディオンカーって一枚隔てて、まあ薄皮一枚隔ててねまた本人、加藤茶さんはそれ知らんかったらしいんだけどね。あ、そうそうそう、何遍もあの師匠はブス好きだ、ブス好きだと言ったらしいんですが、その言われてたブスと言われた女優さんは誰でしょうかというのが問題でございま す、ね、はい、はい、いうの見てさ、はい、なんか嫌な笑いしてるドラムの人見ましたよ僕はいはい、まだやってるやってるみたいなまだやってるわみたいな、チャーリーワッツ も、ね、おかず4回だけはもう終わってえなみたいな顔してる時あるしねチャーリーワッツ早くあんまり叩き出ないんですよ、もう、うん、もう終わろう終わろうみたいなねあのあれでしょ、もう、まあ、次もどうせズラネタで笑わすんやろみたいな、またやるみたいなもんでしょそうそうそう、もうええやろ、もうええやろ、あー来た来たみたいな、もうね、もうええと、ロングとも次フリーダイヤル言うねやろって顔してるそう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 いうこと、そういうこと、もうフリーダイヤル飽きてますからね、自分らの中ではね、そうそう、あー来た来たみたいな、でも曲はドーって喜ぶみたいなね、はい、お約束やってほしいからね、やっぱりね、うん、ね、まあ何がこうキースが、はい、ここで笑わないともう笑うとこないですよみたいなね、ちょっとちょっと聞かせますからね、そういうねんか、ほっとくらないですよまあ俺らもね、最近もあのロリソース見習わんと本当にねいつまでやんねん、還暦までね3人で名民と喋るみたいな、ね、そうそうそう、ステージ上で名民とね、僕こう来たら来るみたいな、ね、あ、江口来た来た、病院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 で俺はすごいだろってね江口さん健尿ですみたいな韓国が来たからどう俺みたいな、はい、そんなこといいですから尿取りますよ、尿取りますよそんな話を、そんな話を、目見ずにやる、目見ずに、ああいうこともせんでもやる、できてるな、こいつら。浜村さんがありがとうやり続けるように俺らもやりたいからね深夜のラジオでこんなに15年ももうないからね、ないっすね、ある種全人未踏の域に達してますよ、特に関西深夜ではもう、はいはいはい、もうそうやろ、同じメンバーでってのないでしょうね、なんかぬかるみがもう終わってしまいましたでしょ、ヤンタンがって様変わりしていくやんみんな、はい、ヤングタウンという名前は残ってましたけどっていう世界でしょ、新人大使ありますからね、女の日本もそうでしょ、うち15年このメンバーで、メンバー変わらずですよ、メンバー変わらずですよ、うん、基本的には全く変わってないじゃないですか、新しいベースですけどね、ヒデヤそう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 ちょっと若手入れようということでもう若手がベテランになってくるマジでそれええかもうベテランですからねそれええかそれいいんでしょうか、いやでも若手あれまだな、まだね、007の試写会のね、前説は平野秀明なんですよ、それを会場の一番真ん中で浜村淳が見てるんだ、見てんの世代交代みたいな、うそや、それは偉い場やな、今回はリサイタルホール緊張しましたねやっぱりね、その前にもね、007のダブル、どこ座ってもいいんですよ、で業界席っていうのはそのホールの端にあるんですよ、でそこは関係者席ってこう押さえてあるやろ、紙貼っとるんですよ。貼ってますよ、それは。浜村淳さん。そこには座らず。座らずに。真ん中に座るんですよ。はよから来て。こう通路前の席にドーン座って、貼って、うん、ジージャン、ジージャンですよ、あの感じで。して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 。あの、なんか変、キラキラなんかこう。そうだスパンコールついてる。スパンコールやったら若さを強調してるみたいなね。そうジージャンと、あれ来て、ドーンと。もう、目立つやん。目立つやん。その前で。その前でこの人。もうね、今回は、うん、こう舞台に立って。で聞いたら、それ山下達郎やったのよ、それが。はいはいはい、テープが。はいはい。もう出てたもん、ここにやったらしいの。はいはい。で、それ聞いて、まあ、ぶっ飛んだらしいですよ。おこれはすごいとか言って。だから少なくともこのカセットでも1万本このぐらいは売れると、はいはい、このままでもと思ったらしいですよ、へえ、それぐらい才能あったみたいよ、うーん、のっけからせやろな、うん、なあ、うん、何十年前、二十何年前の曲でもあれも1980年です、あれがせやろ80年に、ヒットした、彼の最初のヒットなんですよね、そうですせやね、ライドンタイムがね、そう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 、はいはいはい、そう考えたらやっぱすごいよね、すごいんですよ、おー今聞いても全然大丈夫でしょ、はい、あの人のアレンジの力ってすごいな、だって
あの、竹内まりやの曲、今何聴いても振るないで。あ、うん、全部作ってんねんけど、うん、あのアレンジは山下達郎じゃないですか。うんうん、はいはい、すごいなぁと、思いますね。ね、はいはいはい。すごい才能だなぁ。すごい才能やなぁ、うん。古くなれへんのはすごい才能ですね。うん、まあ、考えたらローリングソードまたやってきますね。またやってくるんですよ、これ。はい、東京ドーム、大阪ドーム、はい、2 days ずつ。すごいんですよ。はい。もう、何、いくつやねんっていう世界ですからね。いくつですか、還暦ですか。還暦超えてますよ。超えてますよ。超えましたね。超えてますよ。ニックが還暦かな。はい。だから、そうですね、チャーリー・ワッツだから61か。はいはい。で、キースが59か。はいはいはい。それで、ローンズはちょっと若いね。はい、ローンズは、うん、あと若いなって。若いって言っても、まあ、50代ですよ。50代ですよ。50代ですよ。まあね、東京 2days、大阪 2days、ドームでね。普通ね、はい、僕らの近所の50の人、60の人って見たら、下手ってる人多いじゃないですか。いやいや、うん、まあね、もう最近まだ元気やとはいえね。いえね。いえ、東京ドームの端から端まで走りまへんよ。はい。歌いながら。そうやね。いや、でもね、普通あのクラスのね、あの、ベテランになるとね、一日休むんですよ。そうやね。そう、連続でやるんですよ。大丈夫かな、二日目と。下手るんちゃうかって僕らの予想では。うん、二日目ちょっとな。二日目ちょっと心配なんですよ。まあ、まさかキースも人、一人丸半日で血全部入れ替えるわけですよ。そうそうそう。時間からね。これは ね危ないじゃないですか、はいはいはい、すんのかなと思って、うん、まあ楽しみは楽しみだけどね、うん、うん、ねえ、どうなんでしょうかね、行くんですか、行きますよ、当然、いや大阪だけでも行っとこうかなと思って、あ、やっぱもうないでしょう、まあ、もう、ま、もうないでしょもうないやろ、前回もそう言われて、まあ毎回言われてますよね、もう最後やろ、うん、でももうこれがほんまに最後でしょ、うん、だからもうみんな60超えていくわけでしょ、うん、はいはい、こんなもうなんか世界ツアーってちょっとかったるなってくるんちゃいます、ワールドツアーやろ、長いことやってんねんもん、だってやってるよ、アメリカね、去年からずっとアメリカ全米回ってね、全米回ってそれも細かい都市まで行っとるんですよ、はいはいはい、はい、でその後このオセアニアツアーで、はい、こう日本来て中国も行くのかな、はい、の香港行ってオーストラリア、ね、オーストラリア、はい、その後ヨーロッパに今度凱旋するんですよ、凱旋するんですよね、世界ツアーのこの貯めたやつで、さあ、やった帰ってきましたよ、ヨーロッパ。で、多分最終日、ロンドンウェンブリーアリーナでしょう、うん。はい。そこまでだいたい1年半かけて、何千人というツアースタッフでも。うん、そうやから、貝原優さんが偉そうにいろいろ言うけど、うん、たまたまかもしれへん、陸に関しては。まあ、もちろんそうだよね。うん、ああ。それはそうでしょ。でしょ。うん。確かにこの定義はあるっていうのはあるけどね。うん。それはあるよな。でもやっぱり牛の世界も血統や言ってましたね、うまいのは。だからね、なんかすき焼きがこんな肉の食い方一番まずいって海馬の油断とか素人とか言うじゃないですか。言うね。あれ言うやろ、ね、言うてね、甘ったるい声やられてて、うん。でもすき焼き美味しいやん。美味しい。うん、で、しゃぶしゃぶも今のしゃぶしゃぶのやり方ダメだとか言うて、はいはい、言うてで、シローが開発したのがさ、はい、なんかしゃぶしゃぶとすき焼きのなんか間の料理で、しゃぶすき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 ってなんかもうそれな、何人でも、しゃぶすきって別のなんか連想、食べたら元気になるぐらいのね、今日はじゃあしゃぶすきやろうかって、しゃぶすきって言われるよな、それはほんまあるよな、はい、あ、俺も思ってあの時、そこまですき焼きボロクソ言わんでええんちゃうのと、そうそう、すき焼きよう食ってるやん、いや、そうそう。美味しいやん。いや、僕ら金を食うてるもんをまず否定されるやんか。うん、はいはい、まだ食ってるもんはすき焼きではないとか言われてからね。ちょっと待って。魯山人のすき焼きはとか言って、なんかね、作り方書いてんだけどね、いや、僕はそんなんでは食いたくないですと思うんですよ。そうやな。やっぱりあの、ね。砂糖と醤油でもいいじゃん。醤油でね。で、こう卵つけてガーン食いたいじゃないですか。はいはいはい。美味しいじゃん。一切れ目がもう抜群に。パン焼きはもあかんって言われたもんな。うん、肉汁が外へ漏れてしまうんだ。そうそうそう。あ、肉の旨味の一番分かるとこがって言うねんけど、でもね、まさか牛でもまだ思ったけどね、あんまりも立派やったらね、霜降りきつすぎてね、濃いで、ちょっと足がね、入りすぎてるんですよね。ちょっとね、わあ、好きな人はめちゃくちゃ好きやねんけど、はいはいはい、あんまりにも高かったら逆に差し入りすぎててね、食べたけどね、まあうまいねんよ、うまいねんけど、油しかせえへん。量は食えんよね。量食えん。ああ、もう 100g 食うたらもうええわ、って思うな。あそこね、ハードル高すぎんだよね。ね。だからほんま、マガジンハウスのね、ブルータスみたいなああいう雑誌と一緒でさ、はい、今、エルフジという世界でもものすごい注目が集まってる店があるって、ね、うん、スペインの、それもなんかもう都会から車で5時間ぐらい行かなきゃいけない、硬い中で、はい、予約殺到、みんな急げ、だから急がねえんじゃん。この間からちょっと僕ね、気になるこの産業広告があるんですよ。うん、はい。まあスポーツ新聞なんかで読んでたら、まあデリバリーヘルスなんかよろしいわね、別にね。はいはいはい、今度は別に何とでもなる話がいっぱいあるんですよね。ほうほうほう、
もうこんなんも結構、うん、こんなんも結局で見てたら笑うなーのありますけどね、うん、あのね、さっき見て何やったかな、あーあーあー館長美人が出てましたね。館長美人。館長美人 AF、アナルファックですな。うん、あそんなもん出てました、新聞に。産業広告。産業広告に。はいはいはい。それ何、館長美人を求むじゃなくて。館長美人がいますね、いますねという、お知らせですね。はいはいはい。はい。館長美人 AF、あんまりからええねんって言ったら、いわゆる地下水が。はいはいはい。なるほどね。言ってました。でも、せやから言うてな、どやねんってことあんねんて。本人でもわからんねんて。うん。そやから、海原雄山が偉そうにいろいろ言うけど、たまたまかもしれへん、陸に関しては。まあもちろんそうだよね。それはそうでしょ。でしょ。確かにこの定義はあるっていうのはあるけどね。それはあるよな。でもやっぱり牛の世界も血統や言ってましたね、うまいのは。だからね、なんかすき焼きがこんな肉の食い方一番まずいって海原雄山とか四郎とか言うじゃないですか。言うね。あれ言うやろ、ね、言うてね、甘ったるい声やれてて、うん、でもすき焼き美味しいやん。美味しい。んで、しゃぶしゃぶも今のしゃぶしゃぶのやり方ダメだとか言うて、で、四郎が開発したのがさ、はい、なんかしゃぶしゃぶとすき焼きのなんか間の料理で、しゃぶすき。しゃぶすき。はいはいはい。しゃぶすき。しゃぶすき。なんかもうそれな。何人でも。シャブスキーって別のなんか連想食べたら元気になるぐらいのね。今日はじゃあシャブスキーやろうかって、シャブスキーってって言われるよな。それはほんまあるよな。俺も思ってあの時、そこまですき焼きボロクソ言わんでええんちゃうのと。そうそう、すき焼き食ってるやん。いやそうそう、美味しいやん。いや僕ら金を食うてるもんをまず否定されるやんか。そうやな、まだ食ってるもんはすき焼きではないとか言われてからね。ちょっと待って、ロサン人のすき焼きはとか言って、なんかね作り方書いてんだけどね、いや僕はそんなんでは食いたくないですと思うんですよ。そうやな、やっぱりあのね、砂糖と醤油でもいいんじゃないですか。醤油でね、でこう卵つけてガーン食いたいじゃないですか。はいはいはい、美味しいじゃん、一切れ目がもう抜群に。鉄板焼きはあかんって言われたもんな、肉汁が外へ漏れてしまうんだ。そうそうそう、肉の旨味の一番分かるとこがって言うねんけど、でもね、まさか牛でもまだもうたけどね、あんまりも立派やったらね、霜降りきつすぎてね、濃いで、だしがね、入りすぎてるんですよね。ちょっとね、好きな人はめちゃくちゃ好きやねんけど、あんまりにも高かったら逆にサシ入りすぎててね、食べたけどね、まあうまいねんよ。うまいねんけど、油しかせえへん。量は食えんよね。量食えん。もう 100g 食うたらもうええわ、と思うな。そこね、ハードル高すぎんだよね。ね。だからほんま、マガジンハウスのね、ブルータスみたいなああいう雑誌と一緒でさ、今、エルフジという世界でもものすごい注目が集まってる店があるって、ね、スペインの、それもなんかもう都会から車で5時間ぐらい行かなきゃならない中で、予約殺到、みんな急げ、だから急がねえんじゃ。この間からちょっと僕ね、気になるこの産業広告があるんですよ。はい。まあスポーツ新聞なんかで読んでたら、まあデリバリーヘルスなんかよろしいわね、別にね。こんなん別に何とでもなる話がいっぱいあるんですよね。もうこんなんも結構、こんなんも結局で見てたら笑うなーのありますけどね。ね、さっき見て何やったかな。館長美人が出てましたね。館長美人。館長美人 AF、アナルファックですな。そんなもん出てました、新聞に。産業広告。産業広告に。はいはいはい。それ何、館長美人、昭和緩いとかある。多少は。なんか、エンターテインメントはええみたいな。まあまあ、許してあげようと思うのはええんや、という。スタートレックファンというのは、もうそうじゃないわけですよ。もう一行たりと間違ってたら許せない。特に固有名詞の使い方で。ああ、はいはいはい。そういうとこあるから。で、ロード・オブ・ザ・リング受けて、もうマニアが多いから、マニアが叩かれたんや。そうですよ。だからもうそれでも、戸田さんに訳させるなっていう運動までちょっと起きて、その後戸田さんがすごいのは、それでテレビの、例えばゲスト番組に出たりとか、はいはい、新聞のちょっとしたインタビューとかにも出て、出だしたんや。私が初めて訳したのは、地獄の黙示録でいう、そのいわゆる自分の反省をいっぱい出して、世間に、ただ夏子ここにありって打ち張ったんですよ。地獄の黙示録から始まるんや。そう、それももう全然ね、こんな世界には全く縁も愉快もなかった、閉ざしていたのを私がもう努力してここまで来ましたっていうね、もうやってるんですよ。それをアピールして取って代わられないようにしてるわけ。そうですね。戸田夏子さんが叩かれ出したのはやっぱりね、来日したそのいわゆる有名ハリウッド2枚目スターの横で
なんであんた通訳なんていうところらへんからちょっと戦い出して、このクルーズの横には戸田夏子あれみたいなね、でも小森のおばちゃんにマッシャーうんかったそうやねんけど、ただトムはねとかなんでっていう感じでもなったんですよ。でもね、字幕であそこまで実績のある人がね、はい、トムはねって言えなかったら、はい、誰が言うたらええのって世界じゃん、あそこまでの人だったら水の羽をまた取るもんねって言ったらややこしいからね、よりややこしいじゃないですか、せっかく疑惑も晴れたのにみたいなね、そうっていうことでしょ。そうやんな、訴訟でね勝利を得たのに、はいはい、水野さん横におったらまた再燃かみたいなね、そうやね、一緒にお風呂入りたいねってよくややこしいからややこしいよね、戸田さんでいいじゃんっていうのけど、でも叩かれんねんな、なんか出過ぎてるみたいなね、あれあるでしょうね、あるんでしょうね。だから007やっぱ戸田夏子って最後にどうやああいう感じで出るんですけどね。だからもう浜村さんもやっぱり戸田夏子やね、実績がもの言うねこの世界はみたいなね。あれでしょね。ちょっと声持ってる。いやいや。面白い。違う方向や。違う方向持っていってるのに。いや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 。ひでやきここはもう宣戦布告しとけよ。全然動くしとかんと、まあね、こういう世界はね、はいはい、やっぱりこう王者がいる以上は、はい、それをまくらない限り王者になれませんからね。そう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 、マジな話。でももう、まあ、言うても大阪では浜村淳さん、映画に関しては浜村さんのね、うん、もう独裁ですからね、はっきり言って。誰もその牙城を近づいたやついませんから。あの言うたらね、僕は中学の頃から、はい、あの浜村さんが昼にやったラジオの、はいはい、映画のそういう評論みたいなの聞いて、はい、感動してた人間だから。そうでしょ。うちの親なんかもう映画いかんでいいと、本当にマジで浜村さんの方が面白いっていうぐらいのことをその頃からやってるんだから。でも浜村さんの、あの言うてた映画の解説を聞いて映画行ったら浜村さんの方が面白かった人多いねんから、うん、浜村さんの場合はもう講談ですからね、うん、あれは、はっきり言うと映画講談なんですよ。中学ぐらいの頃からやってるんですよ僕が。そうでしょ。だからもう30年はやってますよ。誰も画像揺らしてないもん。そうそう、監督以外編集権はないって言ってるけど、あの人、もう何が何だか分からなくなってますけどね、日清少年は。もうだから、おいしんぼとかのもうパターンになりすぎてて、はいはい、でこう何言われても、あの今も再放送でしてるじゃん、アニメ、はいはい、時々見たりしますけども、うん、なんかこう、餃子戦争みたいなのがあってね、はいはい、で餃子がうまいかうまくないかで、また思考と究極で対決するんだけど、はいはい、灰原雄山がね、あの自分も餃子作ると、うん、で餃子の原点が今の餃子にはないとか言うわけよ、はいはいはい、何がないんかなとか思うやんか、はいはい、でこうみんな食わすわけよね。で今までの餃子と違うと、どこを変えたんですかって言うたら、誰も目のつけなかったところを変えたというわけよ、はいはい、どこやろうと思ったら餃子の皮だとか言うわけ、はいはい、餃子の皮ってみんなこだわってませんとりあえずはとりあえずはね、一応、はいはい、一応それ目つけるもつけないも、はいはいはい、いやそんなそれはまあなあみたいな、ええ、思いません、はいはい、そういうのがこうなんかこう引っ張るネタになってるわけよ。ああ、これではダメだと思いましたね、はいはいはい、今や今やね、うん、ああ、うん、ダメ。そうだ、もうやっぱりやり尽くしたっていうことでしょ、とこもあるんでしょうな。もうあ、まあだからあの全国ね、都道府県うまいもん巡り対決。そうですね、あごいったんはあれでだいぶ引っ張れるっていうところに行ったからね。うん、いやもちろん職を巡るね、安全性の問題っていうのもちゃんとあの人たちは考えてあるから、ね、取材してはるから、そういう部分ではすごい偉いなと思うけど、はい、でも、ま、ただ単に漫画読んでるこのバカな中年男の立場からすると、はい、ついちょっと飛ばしてしまったりそうや、ね、するんすよ。時々くどいかなと思う時あるよな。 それは一時ほらあの、うん、僕ねあのスバルなかった暴れてましたから、うん、うわまた休んどるみたいなね、うん、あので最近はあれでしょ、あのまこっちゃんのお気に入りはあれ、ね、高校アフロ、高校アフロ田中あれバカやわもう最近あれが一番おもろい俺の心今一番癒してるのは高校アフロや特にあの鍋であのなんで急にカーボーイの鍋やりだしたかわからんけどあれね何でも炊けるというか、そうそう、何でも料理できるやつね。そうそう、あれ1個あったらこうやってカウボーイがね、牛を追ってる間に勝手に料理をうまくしてくれる、焚き火の中に入れとけばそうそう勝手に作ってくれるんだよね。そうそう、だってスパイスも何も入れてないんで、ダッチなんとかダッチなんとかやろ、ダッチなんとかっていう鍋、うん、あれちょっと俺、うん、星だったもんそうそうそう、あそれね、多分 NHK の男の料理とか見てたらね、時たまれの特集するんですよ、はいはいはい、で俺らも見ながら、あ勝手にやってくれるんだと思ってパンも焼けるしシチューも作れるし、そうそう、七面鳥も当然焼けるし、ね、何でもいけるんですよ。でね、出てくるおっさんがね、はい、何もしなくていいんですよと、火を周りに置くんですよ。そうそう、あとは勝手にやってくれるんですよ。それ見て書きよって便利やなと思って、ほんまにこれだけでいいんですよみたいなね。だってさ、普段なんかアフロのね、高校生が出てくるしょうな漫画やねんけど、なんじゃけど、かなり突然一ページ目から天下の輪とか売ってる。そうそう、あの友達がねでそれ多分それね、女竹内さんと同じ NHK のあれ見よったんですよきっとそれですわ、作者がそれ見よったんですよ、見よったよね、これやと、うん、でその自分がワクワクしたのそのまま漫画にしてるんですわ。あ、そうですよね誰の名前
じゃあとりあえず水野さんと呼ぶ。便利やな。便利やな。便利ですね、水野さん。便利ですね。はい、はい、じゃあ一曲いきましょうか。はい、キングクリムゾン、誰も関心ないと思いますけど、実はキングクリムゾンのニューアルバム、ザ・パワー・トゥ・ビリーブはよくできているんです。今日なんか40代以下聞いてても怒るぐらいラジオかもしれんな。キングクリムゾンで、ファクス・オブ・ライフ。さて、先週の積み立てクイズでございますが、はい、まあまあ、バカなお姉ちゃんがね、はい、振り向かなかった俳優はということでございますが、うん、当たった方は岡山市の三宅悦子さんが当たりました。はい、おめでとうございます。2万円をお送りします。今週の問題です。はい、問題です。とあるお笑い芸人、若手お笑い芸人が、うん、ある一座を組んでロケに行きました。ほうほうほう。その時に、まあ、加藤茶さんがですね、はお笑い芸人は遊んでなんぼだよとかって、ええ、遊ばれちゃダメだよって言って、うん、で、ほらさ、ほら大物のあの人もさって言ってて、ええ、遊んでるじゃん、遊んでるんだよって言ってたんですね。うん、そのアコーディオンカーって隔てて、その人と付き合った女性が、うん、いたんだ。いたんです、それも気にせず加藤茶さんは、ええ、でもあの師匠はブス好きだからねってでっかい声で言ったらしいんですけど、まあ本人を前にして、本人はアコーディオンカーって一枚隔てて、まあ薄皮一枚隔ててね。でまた本人、加藤茶さんはそれ知らんかったらしいんだけどね。そうそうです。何遍もあの人はブス好きだ、ブス好きだと言ったらしいんですが、その言われてたブスと言われた女優さんは誰でしょうかというのが問題でございます。ですね。はい。はい。郵便番号 530-801 ABC ラジオ、誠の最強青年団、または psy@abc1008.com までです。さて、2月10日に出る僕と青木一さんとの本でございますけども、はい、幻冬舎から。そうです、幻冬舎やで、秀明。前田正直言うの言うといてんな、はい、幻冬舎から本出ることはもっとありがたがれ。そうそうそう、なかなかね厳しいとこですからね。なかなか出ないですよ、幻冬舎からは出してもらえないですよ、ね、はい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 ね、はい、そこから出ます僕と青木一さんの本、覚悟のすすめ、はい、という対談本ですね。そうです。はい、おでますね。はい、いや、本タイトルはちょっと僕まだ、サブタイトルかな、あれ、かもしれません。それも今度はちゃんと発表できると思いますので。もう大さん2月10日や、はい、今度はってみたいな。もうスリに入ってますんで大丈夫です。もう間違いなく2月10日なんで出ますから。はい。はい。幻冬舎から、幻冬舎から出せるってね。ある種の憧れでしたからね。そうですね。この僕、幻冬舎に行ってきたんですよ。あ、自社ビルなんですよね。そうやんな。ねえ、なんか商社なビルでね、やってますよ。はい、いい感じのとこで。いい感じですけどね。大きいとこほどやっぱシビアですからね。そうなんですよ。本当にそうなんですよ。一発当てへんかったら、ほんまに社員首飛びますからね、あそこ。ノルマがあるんですよ、きっちり。ね、あなたは年間15冊売れる本出しなさいみたいなね。はいはい、そうしないわな。うん、だからサップもホーストもさ、はいはい、プロレスでいいからね、うん、もっと本気でというかもっと真剣に一生懸命やってくれよと。なんかだからK-1 でやってあんだけ感動的やったあの2人がね、うん、レッスン前で味噌つけてなんか自分の今度やっても、うん、なんかちょっとそういうのあるんちゃうかと思ってしまうやん。そうやんな、レッスン1自体が、ええ、で結局だからね、ハルク・ホーガンが来るって言ってたけど、はい、週刊プロレス読んでたらね、斎、うん、藤さんのほら外人プロレスラーの斎藤さん、詳しい斎藤さんが、結局ものすごいギャラで呼ばれて日本に来て、子供は日本来たいから一緒に来て、やってんけど、結局俺にはレッスルワンは分からないって言ったまま帰ってね、結局デンと、はいはいはい、契約せんとしなかったですね、うん、恐ろしい高額のギャラを提示したらしいんですよね。だから恐るべきような注文つけられたんじゃないですか。ああ、はいはいはい、なんかでも最後にポロッと歌わせたんですよ、ホーガンが、うん、猪木祭りでボブサップに肩車されて、ダーやってる猪木さんがよく分からないって言って、うん、それが多分日本のプロレスとちょっと決別宣言なんでしょうね、もうね。はいはいはい。あ、まあ、だから、サップに負けてくれとか言われたんじゃないですか。ああ、はい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 。寝てくれと。多分でもそうでしょうね。うん、サップ相手寝てくれ。だから、ホーガンはそんなサップってまだ言うてみたら、レスラーで、プロレスラーで言えば、はいはい、もう隠したもんええとこじゃない。ひよこでしょ。ね、うん。そんなん絶対負けれないですよ、ホーガン。うん、そうでしょうね。うん。はいはい、僕ね、だから中西とかね、はいはい、ムトとかムタとか偉いと思うんですよ。はい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 。いや、もうサップにね、一応プロレスさせてますからね。いや、格下に相手に寝てるわけですから。寝てるわけですから、はいはい。ということでしょ？そりゃそうですよ、プロレスの話でいくとね。普通プロレスでやったら絶対そんなことないじゃないですか。だからサップとホーガンやったんでしょ、メインは。うん。多分レッスルワンに関して憶測すると、はい、斎藤さんが、ミスター斎藤さんが週刊プロレスのコラムに書いてるとこ見たら、うん、来てますからね、ホーガンは。はい、秘密裏に、で富士の関係者と会って、レッスルワンの関係者に会って、うん、ちゃんと契約書まで持っていて、ものすごいなんかギャラ提示されたけど、何べんも富士の関係者が、レッスルワンの関係者が、うん、ファンタジーだ、
これはファンタジーなんですよ、ロマンなんですよ、ファンタジーなんですよ、言うけど、多分誰とやんねんだらサップなんでしょ、あれ。でしょうね。サップ大砲がやって人入ると思いますからね、そら、うんうん、見てみたいですからね。見たいからね。でも、そら、春高官がやりましたら、今もの実績が言ったら、うん、誰やねん、こいつと。うんで、なんでやねんと。はいはいはい。俺、砲丸やでみたいな、ね。そうそう、俺は。相手、サップやでみたいな。WWE で、あれやけど、もうあかん、うん、もうやめてまうかもしれんけど、俺は、ハルク砲丸やでと。そうそう。金困ってへんでと。そうなのよ。ほんでね、要はまた WWE でも復活ですよ。はい。彼。そうやんな。砲丸。はいはいはい。もうまた電撃復活で、はい、またそれだけでもう人がわー盛り上がってるわけ、向こうは。そうやな。それぐらいまた実績も。いや、ね、言うてもんなもう、言うても、ボブサッパー日本ではすごいですけど、うん、世界的に見たらみんな知りませんからね。そう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 。はっきり言うと。はいはいはい。で、そのサップが、まあ、ホーストと結局やるようになったけど、はい、ホーストは自分が負けないと出ないって言ってたわけでしょ。はいはいはい。で、まあ、最後まで揉めて、結局まあ、サップが負けてもいいということになって、結局試合組まれたわけでしょ。で、妊娠もさせてない。一、はい、回もね、まあ、あの大人になりきってない、うん、言うたら、おぼこの牛を、普通なら2年のところを3年育てる、はい。特別な資料とかあるんでしょ。いや。いつもの昔からの資料をそのまま買い箱はして、うん、ほうほう、なんで5000万になったんでしょうかね。たまたまやな。そんなもんなんや。たまたまや言ってましたわ。あたままあその時はまあ景気払いも景気の付けもあってんけど、でもそれがこの400万の牛と5000万つって牛と何がちゃうねんだって、まあ血統はあるのよ、はいはい。明らかにその田島さんの黒毛和牛の血統をちゃんと血統書もあって、この美紋っていう花のもんも押してあってってあんねんけど、はい、まあたまたまやな。まあ言うそないに牛をなんか、ね、販路で調教するわけでもないですよね。狭いとこで3年間飼料を壊して、ただね、水はいるって言ってたな。うん、ああ、いい水がいるんや。いい水がいるんや。なるほど。こっちは多分水がうまいからええねんって言ったな。いわゆる地下水が。はいはい、なるほど、ね。言ってました。でも、せやから言うてな、どやねんってことあんねんて、本人でもわからんねんて。そやから貝原雄山が偉そうにないろいろ言うけど、たまたまかもしれへん、肉に関しては。まあ、もちろんそうだよね。それはそうでしょ。でしょ、確かにこの定義はあるっていうのはあるけどね。それはあるよな。でもやっぱり牛の世界も血統や言ってましたね、うまいのは。だからね、なんかすき焼きがこんな肉の食い方一番まずいって海馬の油断とか素人とか言うじゃないですか。言うね。あれ言うやろ、ね、言うてね、甘ったるい声やられてて、でもすき焼き美味しいやん。美味しい。でしゃぶしゃぶも今のしゃぶしゃぶのやり方ダメだとか言うて、はいはい、言うてで四郎が開発したのがさ、はい、なんかしゃぶしゃぶとすき焼きのなんか間の料理でしゃぶすきしゃぶすきはいはいはいしゃぶすきしゃぶすきなんかもうそれな何人でもしゃぶすきって別のなんか連想食べたら元気になるぐらいのね今日はじゃあしゃぶすきやろうかってしゃぶすきってって言われるよなそれはほんまあるよな、ええ、あ俺も思ってあの時そこまですき焼きボロソ言わんでええんちゃうのとそうそうすき焼きよう食ってるやんいやそうそう美味しいやんいや僕ら金を食うてるもんをまず否定されるやんか、うんはいはい、まだ食ってるもんはすき焼きではないとか言われてからね、はい、ちょっと待ってロサン人のすき焼きはとか言って、なんかね作り方書いてんだけどねいや僕はそんなんでは食いたくないですと思うんですよ、そうやなやっぱりね砂糖と醤油でもいいじゃないですか醤油でねでこう卵つけてガーン食いたいじゃないですか、はいはいはい、美味しいじゃん一切れ目がもう抜群に鉄板焼きはあかんって言われたもんな、うん、肉汁が外へ漏れてしまうんだそうそうそうあ、肉の旨味の一番分かるとこがって言うねんけどでもね松阪牛でもまだ思ったけどねあんまりもう立派やったらね、うん、霜降りきつすぎてね、うん濃いで出汁がね、入りすぎてるんですよね。ちょっとね、わ好きな人はめちゃくちゃ好きやねんけど、はいはいはい、あんまりにも高かったら逆に出汁入りすぎててね、食べたけどね、まあうまいねんよ。うまいねんけど、油しかせえへん。量は食えんよね。量食えん。もう 100g 食うたらもうええわ、と思うな。そこね、ハードル高すぎんだよね。ちょっとね、わ好きな人はめちゃくちゃ好きやねんけど、はいはいはい、あんまりにも高かったら逆に出汁入りすぎててね、食べたけどね、まあうまいねんよ。うまいねんけど、油しかせえへん。量は食えんよね。量食えん。もう 100g 食うたらもうええわ、と思うな。そこね、ハードル高すぎんだよね。ね。だからほんま、マガジンハウスのね、ブルータスみたいなああいう雑誌と一緒でさ、はい、今、エルフジという世界でもものすごい注目が集まってる店があるって、ねうん、スペインの、それもなんかもう都会から車で5時間ぐらい行かなきゃいけない、硬い中で、はい、予約殺到、みんな急げだから、急がねえんじゃん。この間からちょっとあれ僕ね、気になるこの産業広告があるんですよ。うん、はい。まあスポーツ新聞なんかで読んでたら、まあデリバリーヘルスなんかよろしいわね、別にね。はいはいはい、こんなん別になんとでもなる話がいっぱいあるんですよね。もうこんなんも結構、うん、こんなんも結局で見てたら笑うな、のありますけどね。うん。あのね、
さっき見て何やったかな、あーあーあああ官庁美人が出てましたね。官庁美人、官庁美人 AF アナルファックですな、うん、あそんなもん出てましたこれ新聞に産業広告、産業広告に、はい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 、それ何官庁美人を求むじゃなくて、官庁美人がいますよ、ね、いますという、お知らせですね、はいはいはい、はい、官庁美人 AF アナルファック、あほら、はいはい、スパイシーな、美女官庁アナルファックって書いてます最近ねそれ多いんですよ、その官庁系というか、あーはーはー、スカトロ系、ちょっとスパイシーって何ですの、いやわかりませんね、スパイシーな代弁ということでしょ、そうですよ、あ食べて、あちょっと知らないと思ったみたいな、うん、あ、って思うのが、それはその鍋に入れてうまくなりますか、そのカウボーイのカウボーイの鍋に入れてうまくなりますか、さすがにどうなんだ、鍋がうまくするんだよなんでもみたいな、いやでもね最近の広告見てたらね、大阪の広告ですけどね、はいはい、本当に産業広告でね、はい、大便にまみれたい方とか書いてましたよマジで、そんなんあるんですよ、あるんですよ、まあ、危険癖になる知女の宅急便とかね、勘弁してほしい、知女の宅急便、これはうまいですね、ちょっとね、はい、素人美人秘書朝9時からって書いてますね素人美人秘書って秘書はプロでありたいですね、やっぱ9時からね、僕ね、これも好きやね重曹発母乳を飲んでみませんかの好きやねんな、飲めるんだ、飲めるんですよ、ところがね、じゃあこれはまあまあエッチ系じゃないですか、うん、このね、分からんの、バイバイ、うん、バイバイ、はいはい、あ、売り買いね、うん、売り買いで医薬品効果買い入れ即金支払います、秘密厳守って書いてあるの、横流し姿勢ってこれ何のことなのかな、ね、え、医療関係者に横流し姿勢っていう広告じゃないですか、分かる、だからね、医薬品専門業者即側近買い入れでしょ、秘密厳守、うん、これこっちも医薬品効果買い入れ即現金、あ狭いねん、7頭身おれへんねん、はい、うん、ここにおったんですか5000万の牛があって、そうやあ言って、うん、で5000万になると思います、いやいや、まあ普通で考えたら300万とか400万や、はい、まさか牛で、うん、3年間ちゃんと言うたら田島から買ってきて、目牛で1回もね妊娠をさせてない、1回もね、まあ、大人になりきってない、うん、言うたらおぼこの牛を、普通なら2年のとこを3年育てる、はい、うん、特別な資料とかあるんでしょ、いやいつもの昔からの資料をそのまま買い箱はして、うん、ああ、ほうほう、なんで5000万になったでしょうかね、たまたまやなそんなもんなんや、たまたまや言ってましたわ、たままあその時はまあ景気払いも景気の付けもあってんけど、でもそれがこの400万の牛と5000万で牛と何がちゃうねんだって、まあ血統はあるのよ、はいはい、明らかにその田島さんの黒毛和牛の血統をちゃんと血統書もあって、うん、この美紋っていう花のもんも押してあってってあんねんけど、はい、まあ、まあ、たまたまやな、うん、そないに牛をなんか、ね、販路で調教するわけでもないですよね、狭いとこで3年間飼料を壊して、ただね、水はいるって言ってたな、うん、ああ、いい水がいるんだ、いい水がいるんや、なるほど、はい、こっちは多分水がうまいからええねんって言ったな、いわゆる地下水が、はいはい、うん、言ってました、でもせやから言うてな、どやねんってことあんねんって、本人でもわからんねんって、うん、うん、そやから貝原言うたら偉そうにないろいろ言うけど、うんうん、たまたまかもしれへん、肉に関しては、まあ、もちろんそうだよね、うん、あそれはそうでしょ、でしょ、うん、確かにこの定義はあるっていうのはあるけどね、それはあるよな、でもやっぱり牛の世界も血統や言ってましたね、うまいのは、ね、だからね、なんかすき焼きがこんな肉の食い方一番まずいって海馬の油断とか素人とか言うじゃないですか、あ言うね、あれ言うやろ、ね、言うてね、甘ったるい声やられて、うん、でもすき焼き美味しいやん、美味しい、でしゃぶしゃぶも今のしゃぶしゃぶのやり方ダメだとか言うて、はいはい、言うてで素人が開発したのがさ、はい、なんかしゃぶしゃぶとすき焼きのなんか間の料理でしゃぶすき、しゃぶすき、はいはいはい、しゃぶすきなんかもうそれな、タイミングでもしゃぶすきってな、別のなんか連想食べたら元気になるぐらいのね、今日はじゃあしゃぶすきやろうかってしゃぶすきってって言われるよな、それはほんまあるよな、はい、あ俺も思ってあの時そこまですき焼きボロクソ言わんでええんちゃうのと、そうそう、すき焼きよう食ってるやん、いやそうそう美味しいやん、いや僕ら金を食うてるもんをまず否定されるやんか、うん、はいはい、まだ、あ、食ってるもんはすき焼きではないとか言われてからね、魯山人のすき焼きはとか言って、なんかね作り方書いてんだけどね、いや僕はそんなんでは食いたくないですと思うんですよ、そうやな、やっぱりね砂糖と醤油でもいいんじゃないですか、醤油でね、でこう卵つけてガーン食いたいじゃないですか、はいはいはい、美味しいじゃん、一切れ目がもう抜群に、鉄板焼きもあかんって言われたもんな、うん、肉汁が外へ漏れてしまうんだって、そうそうそう、あ、肉の旨味の一番分かるとこがって言うねんけど、はい、でもね松阪牛でもまだ儲たけどね、あんまりも立派やったらね、うん、霜降りきつすぎてね、うん、
濃いで、ね、サシがね入りすぎてるんですよね。ちょっとね、あの、好きな人はめちゃくちゃ好きやねんけど、はいはいはい、あんまりたまらないよな。そないに牛をなんかね、販路で調教するわけでもないですよね。狭いとこで3年間飼料を壊して、ただね、水はいるって言ってたな。うん、ああ、いい水がいるんや。いい水がいるんや。なるほどなるほど。こっちは多分水がうまいからええねんって言ったな。あの、いわゆる地下水が、はいはい、なるほどね。言ってました。でもせやから言うてな、どやねんってことあんねんって、本人でも分からんねんって。そやから貝原雄山が偉そうにないろいろ言うけど、たまたまかもしれへん、肉に関しては。まあもちろんそうだよね。それはそうでしょ。でしょ、確かにこの定義はあるっていうのはあるけどね。それはあるよな。でもやっぱり牛の世界も血統や言ってましたね、うまいのは。だからね、なんかすき焼きがこんな肉の食い方一番まずいって貝原雄山とか四郎とか言うじゃないですか。言うね。あれ言うやろ、ね、言うてね、甘ったるい声やられてて、でもすき焼き美味しいやん。美味しい。んでしゃぶしゃぶも今のしゃぶしゃぶのやり方ダメだとか言うて、はいはい、で四郎が開発したのがさ、はい、なんかしゃぶしゃぶとすき焼きのなんか間の料理でしゃぶすき、しゃぶすき、しゃぶすき、しゃぶすきって、なんかもうそれな、何人でも、しゃぶすきって別のなんか連想、食べたら元気になるぐらいのね。今日はじゃあしゃぶすきやろうかって、しゃぶすきってって言われるよな。それはほんまあるよな。あ、いや、俺も思ってあの時、そこまですき焼きボロソ言わんでええんちゃうのと。そうそう、すき焼き食ってるやん。いや、そうそう、美味しいやん。いや、僕ら金を食うてるもんをまず否定されるやんか。うん、はい、まだ、あ、食ってるもんはすき焼きではないとか言われてるからね。ロサン人のすき焼きはとか言って、なんかね、作り方書いてんだけどね、いや、僕はそんなんでは食いたくないですと思うんですよ。そうやな。やっぱりあの、ね。砂糖と醤油でもいいじゃん。醤油でね。で、こう卵つけてガーン食いたいじゃないですか。はいはいはい。美味しいじゃん。一切れ目がもう抜群に。パン焼きはもあかんって言われたもんな。うん、肉汁が外へ漏れてしまうんだ。そうそうそう。あ、肉の旨味の一番分かるとこがって言うねんけど、でもね、まさか牛でもまだ思ったけどね、あんまりも立派やったらね、霜降りきつすぎてね、濃いで、サシがね、入りすぎてるんですよね。ちょっとね、好きな人はめちゃくちゃ好きやねんけど、はいはいはい、あんまりにも高かったら逆にサシ入りすぎててね、食べたけどね、まあうまいねんよ。うまいねんけど、油しかせえへん。量は食えんよね。量食えん。もう 100g 食うたらもうええわ、って思うな。そこね、ハードル高すぎんだよね。ね。だからほんま、マガジンハウスのね、ブルータスみたいなああいう雑誌と一緒でさ、はい、今、エルフジという世界でもものすごい注目が集まってる店があるって、ね、うん、スペインの、それもなんかもう都会から車で5時間ぐらい行かなきゃいけない、硬い中で、はい、予約殺到、みんな急げ、だから急がねえ。この間からちょっと僕ね、気になるこの産業広告があるんですよ。うん、はい。まあスポーツ新聞なんかで読んでたら、まあデリバリーヘルスなんかよろしいわね、別にね。はいはいはい、こんなん別になんとでもなる話がいっぱいあるんですよね。もうこんなんも結構、うん、こんなんも結局で見てたら笑うなのありますけどね。うん。あのね、